フォロワーの皆さん、こんばんは、ヒロです。ヒロ御朱印スタライブ、スペシャル対談ライブを振り返るライブの時間がやってまいりました。皆さん、こんばんは。皆さん、こんばんは。ようこさん、こんばんは。皆さん、こんばんは。いよいよね、やってまいりました。スペシャル対談ライブを振り返るライブ。ショコリンさん、こんばんは。エバちゃん、マチコさん、こんばんは。ね。アハサさん、バッジありがとうございます。こんばんは。ナオミさん、こんばんは。つよしさん、バッジありがとうございます。つよしさん、こんばんは。まずはね、もう、ヒロ御朱印スタライブ恒例のね、だいたいライブスタート5分ぐらいはですね、まず皆さんとのね、ご挨拶タイムということで、さてさん、こんばんは。テールコさん、エバちゃん、バッジ、ありがとうございます。こんばんは。アサさん、こんばんは。ありがとうございます、バッジ。ミエさん、こんばんは。ヒカリッコさん、こんばんは。あ、ショコリンさん、バッジ、ありがとうございます。まずはね、皆さんがね、ライブでですね、よくね、こう、名前を呼んでくれるとね、嬉しいっていうね、お言葉いただくのでね、ぜひ皆さんのお名前を呼びながらね、進めていきたいと思います。ひろみさん、まちこさん、応援バッジありがとうございます。ひろみさん、こんばんは。ねえ、今日いよいよですね、ひろ御朱印スタライブ、スペシャル対談ライブを振り返るライブということで、今日はですね、あ、なおみさん、応援バッジありがとうございます。あ、そらみさんも応援バッジありがとうございます。こんばんは。今日はですね、まあ皆さんもストーリーズでもご覧の通り、ご承知の通りですね。みえさん、バッジありがとうございます。いやー、嬉しいな。もう応援バッジがね、今10名超えました。どうもありがとうございます。こんばんは。はい。でですね、ストーリーズ等でも皆さんご承知の通り、今日はですね、今年の夏、僕の方からですね、ヒロ御朱印インスタ振り返る大使という、そのような役職を設けまして、今年の夏ですね、まずは、愛媛、宝厳寺福山さんをですね、任命させていただきまして、その後ですね、宮城、遠隆寺の嫁ちゃん、二代目でですね、振り返る大使を任命させていただきましたので、今日は福山さん、そしてね、嫁ちゃんと一緒にお届けしたいと思います。ともちゃん、こんばんは。バッジありがとうございます。ねえ、皆さんからたくさんの応援バッジいただきました。ありがとうございます。はい。でですね、今日はですね、これから福山さん、そして嫁ちゃんご登場いただきますけども、今年の8月のですね、第27回スペシャル対談ライブ、奈良明行寺のコメちゃんから、直近のですね、今年11月、兵庫上昇寺の、寺光シャンのですね、スペシャル対談ライブ、計5回、27、28、29、30、31、計5回の、スペシャル対談ライブをこれからですね、福山さん、そして嫁ちゃんと、皆さんとね、一緒に楽しくね、振り返っていきたいと思いますので、皆さん、ぜひね、お楽しみいただければと思います。ともちゃんバッジありがとうございます。ありがとうございます。わーね、ありがとうございます。あ、ナナさん、遊び来てくれたんですね。陽明寺ナナさん遊び来てくれました。こんばんは。逆オファーライブ楽しかったです。ありがとうございます。それではですね、まずは、第2代、スペシャル対談ライブ、振り返るライブの振り返る大使、宮城遠隆寺の嫁ちゃんをお呼びします。しばらくお待ちください。こんばんは。大丈夫。嫁ちゃん、こんばんは。こんばんは。ねえ、皆さん。嫁ちゃんです。遠隆寺の嫁ちゃんでーす。お願いいたしまーす。ね、早速、陽子さん反応してくれまーす。ね、皆さん、嫁ちゃんです。こんばんはー。ねー、嫁ちゃんの、はい。ね、この前は遊びに来てくれまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。大変楽しかったです。ねー、あの時はね、大阪、同じね、遠隆寺の翔子さんとね、一緒に遊びに来てくれまして、はい、ヒロ御朱印スタ女子会、ね、初代のね、いろいろなね、女子会ライブ一緒に楽しくやりました。ね。今日は嫁ちゃん、いよいよね、
スペシャル対談ライブ、振り返るライブの振り返る大使として、今日はね、福山さんとお届けしますので、ぜひね、皆さんと一緒にね、楽しくお届けしていければと思いますので、よみちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。かおりわさん、バッジありがとうございます。ねえ、今ね、皆さん、嫁ちゃんこんばんは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 ってね。はい。今ね、ちょうどともちゃんが喉大丈夫って言ってましたけどね、僕ね、常にスペシャル対談ライブではこのね、喉、この飴を持って。そうですね、必須ですね。そう。嫁ちゃん来られるんですよ、この喉飴。今年のね、僕の誕生日の時に、はい。フォロワーの方からね、これ送っていただいてね、なんとこの喉飴、家にね、まだね、20個ぐらいあります。ああ、すごいですね。そう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 。そう、ひよさん、この喉飴舐めながら頑張ってくださいって言って、大いた事だですきましたので。ね。はい。ね、それではね、今皆さん、あ、しずるさん、応援バッジありがとうございます。はい。ということで、続きまして、初代ですね。ひろご朱印スタ振り返る大使、愛媛宝厳寺の福山さんをお呼びします。今しばらくお待ちください。よいしょ。福山さん、出てきてください。来た。ケオさん、こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様。ねえ、こんばんは。ああね、応援バッジありがとうございます。ね、今、福山さん、初代、ヒロ御朱印スタ、振り返る大使ということでですね、宝厳寺愛媛の福山さん、そして遠流寺宮城嫁ちゃんと、ね、今日のスペシャル対談ライブ、振り返るライブということでですね、で、福山さん、嫁ちゃん、はい。まずはですね、僕もいろいろなこう、スペシャル対談ライブのスペシャルゲストさんとも常にいろいろお話の中で言ってるんですけども、まあ、おかげさまでこの、ヒロ御朱印インスタライブ、新規のフォロワーさん、そして、自社仏閣御朱印巡りのライトユーザーの皆さんにも多くご覧いただいてですね、で、ヒロさんのライブを見て、自社仏閣に興味を持ちました。ヒロさんのライブを見て、御朱印巡り始めようと思いましたっていう方が結構、日々いろんな方から DM をいただきます。で、もう、嫁ちゃん福山さん知ってるよって方もいればですね、もしかしたらこのライブでお二人を初めてご覧の方もたくさんいらっしゃると思いますので、まずはですね、ちょっとお二人からすると何度も復唱にはなってしまうと思うんですが、福山さん、嫁ちゃんの順番でですね、ぜひお寺と自己紹介、簡単で結構なので、それではまず、初代ヒロ御朱印スタ振り返る大使、福山さんお願いします。お願いしま私、緊張してます。緊張してるように見えるのか。はじめまして。私は愛媛県の、八幡浜市にある、宝厳寺の、住職をしております。福山清雄と言います。よろしくお願いします。い。はい。ね、初代、ヒロ御朱印スタ振り返る大使ということでですね、福山さんとは、これまでスペシャル対談ライブ、そしてね、ウクライナのチャリティーライブ、そしてね、第3回誤嚥フェストね、福山さんとはね、いろんなね、ライブを繰り広げてきましてね、今回、ヒロ御朱印スタ振り返る大使の大役をね、初代任命させていただきました。それでは続きまして、嫁ちゃん、ね、やっぱりこれから自社仏閣巡りやってみようかな、興味持ってみようかなって方もたくさんいらっしゃると思いますので、改めましてになりますけども、お寺と自己紹介簡単で結構なんでよろしくお願いします。宮城県柴田郡柴田町、仙南南の方に位置します、曹洞宗寺院の副寿山円龍寺の侍族、ヒロさんから嫁ちゃんと呼んでいただいております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。出ました、アケリンさん、トリプルバッジ、ありがとうございますということで。ね、今日は福山さんも嫁ちゃんも僕のテンションについてきていただくように、ちょっとね、よろしくお願いできればと。なんかね、ちょっと福山さんの方、ちょっとくるくる回っちゃってますね。大丈夫ですかね。本当ですか？大福丈山さん、夫、あ、大丈夫。福山さん、OK ですか。大丈夫ですよ。あ、はい、聞こえてます。で、大丈夫ということはい、大で。丈夫です。はい。福山さん、聞こえてれば、OK、丸、お願いします。大丈夫ですよ。大丈夫。あ、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい。それではですね、改めまして、
ヒロ御朱インスタライブファン、そしてね、フォロワーの皆さん、お待たせいたしました。ね、リアルタイムでご覧の皆さん、そしてね、この後録画でご覧の方もいらっしゃると思いますけど、今日はですね、ヒロ御朱インスタライブ、スペシャル対談ライブを振り返るライブ、今日はね、4人でお届けしたいと思います。ね、視聴者の皆さん、ね、今日はね、4人でお届けします。ね、福山さん、嫁ちゃん、どうしたんですか？は 4人ですか？い。皆さん、福山さん、嫁ちゃん、あれですか、見えてないんですか？あれ、見えてませんか？僕、もう見えてますよ、4人目の方。出た。あれ、おかしい。視聴者の皆さん、4人目、いますよね、今ね。出た。誰あですれ？か？ああ、出た。ああ、また出た。ねえ、4人目皆さん、多ああ、分、出た。嫁ちゃんと福山さんだけかな、見えてないって。もう、福山さん、嫁ちゃん言ったじゃないですか、4人でやろうって。出た。ああ、出た。ああ、また、出た。ああ、また。はい。それではですね、皆さん、まずは1回目のサプライズ。ヒロ御朱インスタライブ、スペシャル対談ライブ、振り返るライブ。実はですね、すでに3人目の方、もう振り返りたいし、僕の方から任命をさせていただきまして、快く2つ返事で快諾をいただきましたので、まずはその方をお呼びします。あえて名前、お寺、神社名言いません。ドンで出ていただきたいと思いますので、しばらくお待ちください。これはね、まずは一発目の福山さん、嫁ちゃん、そして視聴者の皆さんへのドッキリということでね、僕、ドッキリ大好きなんで。もう本当に。それでは、ヒロ御朱インスタ振り返る大使、3人目の方はこの方です。ご登場ください。今、おつなぎしました。来るか？ドキドキ。ドキドキです。来た！誰でしょう。こんばんあは。こんばんは。はい。実はですね、視聴者の皆さん、これ今、エミちゃんと福山さんね、これ素のリアクションでですね、実は、表向きには福山さんと嫁ちゃんと打ち合わせをしつつ、僕、実は裏打ち合わせでエミちゃんとずっと打ち合わせをしてまして、なんと今日迎えました。で、福山さん、嫁ちゃん、今だから言います。今回、スペシャル対談ライブで、僕が振り返るパートありましたよね。はい。あそこは、エミちゃんに引き継ぎしてます。なるほど。エミちゃんさんだ。嬉しいです、私は。嫁ちゃん。どうですか？嫁ちゃん。エミちゃん、仲間入ってくれましたよ。振り返りたいし。でも嬉しいです。エミちゃんさん大好きです。ずっとヒロさんにお伝えしてたので、とってもあ、ありが嬉としいうごでざす。います。とっても驚きました。ねえ、もう嫁ちゃんのね、もうこれあとライブ録画で見てもらうと、本当嫁ちゃんがね、エミちゃん出た瞬間めちゃくちゃ喜んでるんで。福山さん。福山さん。エミちゃんには結構サプライズやられましたね。いや、もう本当に、もう、あーって、またやられたと思って。ねえ。ねえ、だから福山そさん、どうう。ですか？今コメント入ってましたけど、エミちゃんと嫁ちゃん、ねえ、こう、美人美女に囲まれて。いや、本当に。他のジェシャさん、ごめんなさいっていう、私でごめんなさいっていう。本当に申し訳ない。本当に申し訳ないっていう。いやー、まさか、やられたー。やられた。ちなみに、これ、お三方にちょっと言っていいですか？これ、三人にこれ初めて話す話で、視聴者の方にも初めて話す話なんですけど、実は、
ヒロさん振り返りたいし、やりたいっていう人ね、実は今2人いるんです。おお、すごいですね。はい。だけど、僕はこのお三方で行くっていうふうにお話ししたら、了解って言ってます。はい。ね。なので、お二人、ね、お三人には頑張っていただくということで、それではですね、改めまして、サプライズということで、ヒロゴシンスターライブ、スペシャル対談ライブ、振り返りライブ、初代の福山さん、そして二代目のエミちゃん、そしてね、二代目の嫁ちゃん、そしてね、三代目のエミちゃんということで、エミちゃん、すいません、福山さんと嫁ちゃんとのね、お寺の紹介、自己紹介、すいませんけど、エミちゃんの方からも簡単で結構なので、お願いできますでしょうか。はい、今日喉の調子が悪くて、こんなの声で申し訳ないですけど、私が愛知県の稲沢市の万蔵院という副住職をしております、木村恵健と申します。普段は音楽、バイオリンを弾きながらお寺の仕事をしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい。ね。よろしくお願いします。この3人でですね、そして僕も含め、総合 MC の僕を含め、今日のですね、スペシャル対談ライブ、振り返るライブをお届けしたいと思います。ね。それではですね、早速、スペシャル対談ライブ、振り返るライブ行きたいんですけども、第26回、7月のですね、京都大善寺のミッチーさんまでは、振り返りが終了しておりますので、この3人としての初めての振り返るライブは、第27回8月の、奈良妙行寺のコメちゃん、第28回9月、東京貫通寺の、翔子さん、そして同じく第29回の愛知妙行寺の結子さん、風さん、そして第30回の記念ライブ、宮城、入江八幡神社の健ちゃん、そして第31回、兵庫の上祥寺の慈光シャンということで、この5回をですね、振り返るということでですね、一応ですね、事前に決めておりまして、コメちゃんの回を嫁ちゃん、翔子さんの回を福山さん、そして結子さんと風さんの回を僕から引き継ぎ、えみちゃん、そして健ちゃんの回を嫁ちゃん、で、慈光さんの回を福山さんでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ぜひね、視聴者の皆さんも、その回の時の、ぜひね、感想とね、コメントで入れていただければと思います。よろしくお願いします。それでは、嫁ちゃん、早速、第27回スペシャル対談ライブ、8月、コメちゃんの振り返り、ぜひお願いします。そうですね。奈良県妙行寺さん、そうですね、第27回ライブ、妙行寺さんのコメちゃんさん。こちら私が振り返りをさせていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、そうですね。まず初めて奈良県のお寺さんということで、はい、三輪そうめんから始まり、とても楽しく拝見させていただきました。で、まず米ちゃんさん、とても優しいお人柄で、柔らかい方でしたね。はい。そうですね。あとは、妙高寺さんから徒歩5分のたこ焼き屋さんのお話ですとか、はい。米ちゃんさんが焼いてる姿も見てみたいなと私も思いました。だけどね、本当にコメちゃんも、ヒロさんのライブを見たって言ってくれれば、たこ焼き1個サービスとかやってくれたり、そう、なんかね、結構今、自社のスペシャルゲストさんがそうやって何か、ヒロさんのライブを見た人は何かプラスアルファっていう、こう、なんかいろいろこう企画を打ってくれる方がいるので、ね、本当ね、それはすごく、コメちゃんにね、感謝してるんですけどね。あと、お三方、きっと多分ストーリーズポストでご覧だったと思うんですけど、コメちゃん、お子さん、第一子がね、生まれそうまです。して。おめでとうございます。ねえ、本当にね、もう可愛いお子さんで、コメちゃんから連絡来て、ヒロさん無事に生まれて、ぜひ皆さんにこう、公にっていうことで、ストーリーズで、リール動画か、リール動画でいただいたのを上げさせていただいたら、ね、皆さんからね、コメちゃん無事生まれてよかったですね、みたいな、祝福の DM とかね、メッセージたくさんいただきましたのでね、本当にね、僕も、すごく、思い入れのある回でね。あとはね、コメちゃんが五円地蔵をね、書いてくれたんでね。あれはね、すごく、
なかなかね、なかなかない貴重な回だったんで、すごく、もう本当嫁ちゃんも言ってくれましたけどね、そうめんの食べ比べも一緒にできたんで、本当ね、楽しい回で覚えてます。福山さん、ちょっと って言われちゃったら困っちゃうんですけど、米ちゃんの回、もしご覧になってたら、こうだったら何かありますか？感想とか、よかったら。いや、私、だからそれこそ、赤ちゃんの話というか、そのご家族の話だったりとか、なんかそういう、なんか、なんだろうな、優しさあふれる、なんかライブだったんかなっていう、すごい印象がありましたかね。なんか、まあ、その御朱印だったり、そういうふうなこともね、町の地域のことももちろんそうなんですけど、お話の仕方とか、なんかそれがすごい、なんか、なんかふんわりくるなって思って、心になんか優しさというか、なんかすごい現れてるなって思いながら。で、なんかその後日、出産しましたっていうストーリー見させてもらって、ああ、なんかいいなと思いながら見させてもらったんですけど。このスペシャル対談ライブを振り返るライブなんで、まあ、あの、もうふ、振り返るライブなんで、もう、今はいいかなっていう、公にしちゃってもいいかなと思うんですけど、実はですね、僕、8月のライブの時に、実は、コメちゃん、近々出産っていうのを知ってたんですよ。で、コメちゃん、ライブの時に、それどうするって言ったら、やっぱり、無事に生まれて、ちょっと落ち着いてから発表するって言ってたんで、もう本当トップシークレットで僕もあのところはもうそこにはノータッチでやったんですけど、その後連絡もらって、生まれたって来た時には、いやーよかったなーってすごい思えたので、その、なんかちょっとね、時期に自分も携われたことがすごく嬉しくて。ねえ。ね、特にね、嫁ちゃんもエミちゃんも福山さんもね、皆さんそれぞれお子さんいらっしゃいますからね。ね、きっとそのお子さん誕生の時の思い、気持ちはね、すごくコミちゃんの気持ちすごいわかるんじゃないかと思います。そうですねね。え。はい、ね。はい、それではですね、8月のコミちゃんということで、嫁ちゃんありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、続いて9月。9月はですね、第28、第29と、イレギュラーだったんですけど、2回行いました。で、その9月の1回目ですね、東京貫通寺、翔子さんの回を福山さんに振り返っていただきたいと思います。福山さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。なんかすいません。なんかサプライズが強すぎて、なんかハタハタするんだけど。ハタハタって。そしたら、貫通寺さん、そうですね、お話しさせてもらうと、いろいろ私がなんか思うに、やっぱ命っていうことにすごいなんか重んじてられるなと思って、紙芝居、宿泊の紙芝居であったり、ワンちゃんの愛護だったり、なんかそういうの、あと御朱印であったり、なんかその命っていうことをすごい大切にされて、で、それをどう、周りのお参りされる方だったり、まあ、御朱印を、拝示される方にどう伝えればいいのかっていうことを、重点的に考えられてる方だなと思って拝見させていただいてたんですけど、これすごい大切にされてるなっていうのはすごい、思いましたかね。もう翔子さんの時は福山さんもね、おっしゃってましたけど、法話の紙芝居やりまして、で、法話の紙芝居って多分ですね、時間的な尺で言うと多分ね、20分から30分ぐらいやってたんですよ。で、その時に、僕、今でもこれ鮮明に覚えてるんですけど、ライブをやった時にね、涙されてる方、視聴者の方でいらっしゃいまして、もう、翔子さん、ご住職の話を聞いて、もう涙が出ました、感動しましたっていう、そういうようなのをコメントとか DM でいただきまして、いや、僕もなかなかスペシャル対談ライブ、これまで31回やってきましたけど、なかなかこう20分、30分のロングスパンで、何か一つのことをやるっていう方って、なかなか、いそうでいらっしゃらなかったので、やっぱね、その時間の中でやっぱり、まあ、福山さんおっしゃってましたけど、やっぱりこう、命の尊さ、大切さっていうものを、ね、やっぱり視聴者の方に投げかけていただいて、そこでね、やっぱり皆さんの心に響いてね、きっと涙されたり、感動されたりっていうこともありましたのでね、僕もこれは本当に31回やってきましたけど、すごく福山さんと同じ気持ちで、
やっぱりすごく心に響く、あとね、命っていうものは、改めてどういうものなのかっていうものを考えさせられた。ね、そんな、ね、今ね、あ、ともちゃんも来ましたね、ともちゃんも泣きましたって。ね、本当ですよね。僕もね、本当にすごく感動したライブでした。ね。で、あとね、福山さんおっしゃってましたけどね、今回翔子さんとも話しまして、そのライブ記念御朱印の命を大切にという、ネーミングのライブ記念御朱印をですね、こちらの指納料を保護犬団体の方に寄付ということで、ヒロさんそういう形でちょっとやっていきましょうということで、で、僕もね、お三方ご承知の通り、そしてね、視聴者の皆さんもご承知の通り、愛犬ココちゃんがいます。でね、やっぱり犬やね、動物を飼ってるっていう立場もあるのでね、やっぱりその保護犬団体の気持ちすごくわかるので、ね、ぜひやりましょうということでやった回でしたので、やっぱりね、本当にすごく僕も印象深い回です。本当ね。ということでね、皆さんどうですかね、今、ともちゃんもね、コメント入ってましたけど、ね、翔子さんの回ね、すごく皆さんきっとね、いろんな印象を持たれたんではないでしょうか。あ、パンダママさん、バッジありがとうございます。ねえ、皆さんね、こう、ライブをね、見てね、やっぱりそのお寺神社さんをフォローしてご縁を結びましたとかね、ご神を通してご縁をいただきましたって方ね、たくさんいらっしゃいますので、あ、今ね、いただきました、いただきました。ありがとうございます。それがね、保護犬団体のね、チャリティー寄付となってますのでね、皆さんのそのね、温かいお心遣いね、僕も、主催企画側の立場としてね、改めて感謝申し上げたいと思います。それでは続きまして、サプライズ第3代のね、振り返る大使、エミちゃん。同じ愛知県、名古屋のですね、ゆいこうさん、ふうさん、妙行寺さんの会、ぜひ、エミちゃん、振り返りよろしくお願いします。はい、初仕事させていただきます。はい、同じ愛知県の、お寺様で、妙行寺さんの、ゆいこうさんと奥様、つーさんの、会を振り返させていただきます。この妙行寺さん、実はうちからとても近いんですよね。はい。はい。名古屋市にいらっしゃって、私、稲沢市なんですけれど、車で本当15分か20分ぐらい走れば、着くぐらい近いところで、実はよく、仕事なんかでも行くところなので、とても身近に、感じたライブでありました。うん。ね、はい、一番やっぱり印象に残ったのはロードバイクですね。立派なカーボン製のロードバイク、あれすごかったですね。奥様とのあれ染めもロードバイクということで、とてもほっこりしたお話聞かせていただきました。うん、ねえ、やっぱりさっきコメちゃんの時のたこ焼き1個サービスそうなんですけど、この時も名古屋のトンテキを送ってもらいまして、でヒロさん、トンテキ食べてちょっと食レポしてよってなった時に、そのゆいこうさん行きつけのお店で、ヒロさんとかゆいこうさんとか言ったらなんかプラスなんかしちゃうよみたいな。ね、やっぱなんかその地元地域で何かね、そうやってゆいこうさんの働きかけで盛り上げていただいたって嬉しかったですし、あとね、ぜひね、お三方に聞いてお話、欲しいお話、視聴者の皆さんに聞いてお話して、聞いていただきたいお話があるんですけども、ね、僕、ゆいこうさんに言われた時にちょっと嬉しかったことがあって、ゆいこうさんどうもありがとうございます。今回はね、お忙しい中ご出演いただいてって言ったら、いや、ヒロさん、僕もヒロさんにありがとうございます言いたいんです。え、なんでですかって言ったらですね、ヒロさんとの打ち合わせをしてた後に、じゃあ、地元の名古屋観光グルメいろいろ紹介しようと思った時に、改めてなんか自分の中でこう、名古屋っていう観光、名古屋のグルメってどんなものかなっていうふうに自分で歩きながらいろいろこう調べた時に、改めてなんかこういう機会がなかったらきっと知ることがなかったなっていういろんな発見があって、やっぱそれは多分ヒロさんとのライブが話がなければきっとそういうことはなかったと思うから、やっぱね、それはすごく、感謝してるっていうふうに言われたんですよ。だからね、改めてこの皆さんが、ね、福山さんも、嫁ちゃんも、えみちゃんも、ね、地域を盛り上げたいということで、地元のことをいろいろお話しいただきましたけど、やっぱりその、自社の方々がね、改めてその地域を改めて見直す機会にもなったというところで、多分ね、そのお言葉をいただいたときね、すごいなんか、ああ、そういうね、感じで言っていただいて嬉しいなと思ったので、まあこれからもね、
まあ、31回目終わりましてね、来年からは32回目に入りますけど、まあ、32回目以降もね、また自社の方々とこう、協力をしながらね、地元のこう、地域をね、盛り上げていければなと思います。はい。ねえ、名古屋。福山さん。はい。福山さん。妙行寺の結子さん、風さん。この時の会話、福山さん、ご覧にはなられ。見させてもらって、いや、それこそ、そのご夫婦で出演されるって、なんかそんな、何でですか？ 4 回、5回ぐらいあるんですかね？5つぐらいありましたかね？ご夫ご婦で。夫婦はね、福山さん、結構あります。あります。あります、あります。岐阜。いや、はい、私、だから、それって、だから、あれですよね。岐阜の、若森ご夫岐阜妻がありますでね。すね。その後ぐらいなのかなと思ってたんですけど、その後から出てなくないですか？その、ご夫婦出演。誰そうかでおすられたかね。な？そうですよね。だからその印象が、ご夫婦いいなと思いながら、ご夫婦出演っていいなと思いながら、こう見させてもらってたんですけど、まあだからその趣味で一緒になってっていう、そうやってお話しされてたから、なんか他の方もなんかそういうふうなお話なんかされてたなと思いながら、なんか後で見させてもらってたんですけど、なんかそんなイメージですね、ご夫婦。なんか福山ね。さん。水中神社の若森ご夫妻のお話あったじゃないですか。この水中神社さんの第25回スペシャル対談ライブの日ってどんな日だったか覚えてますか？覚えてない。いや、でもそれはね、私、だから、母が岐阜出身だったんで、こそっと見させてもらったんですよ、その時は。生で。それどんなってた、でもそんなはっきりとは覚えてないかもしれないですね。どんな時？じゃあ、どんなもう、でした？これはあれですね。もう、ぜひ答えてほしいんだけど、嫁ちゃん、じゃあもう、この、6月25、第25回スペシャル対談ライブ、若森ご夫妻が出られた日は、どんな日でしたっけ？6月25。なんかありましたっけ？全然出てこない。なんか記ああ、ダ念メ、にアサ残っさん言っちゃた。ダメだよ。いヒロやー、さんこ誕れ生日はだ。福山さん、そっか。えみちゃん知ってましたよね？もちろんしてましたよ。ねそういうこえ、いとか。やー、福山さんと嫁ちゃんに覚えてもらってなかったのか。そっか。そっか。はいね、視聴者の皆さんがね、いっぱい覚えていただいててありがとうございます。嬉しいな。はい。ね、このね、ゆいこうさん、ふうさんの時にはね、ここが、白雪稲荷様と、ふうさんの書くね、白雪稲荷様と、初コラボということでね、満腹っていうね、ライブ記念御朱印をね、頒布しまして、一応ね、今月で、終了になるんですけども、満腹ね、多くの方とご縁をいただいたっていうふうに伺ってます。ありがとうございました。それでは、また一巡しまして、この回、第10月第30回の記念ライブ。これはね、入谷八幡神社の、ケンちゃん。これはね、同じ宮城のですね、やはりこれはね、嫁ちゃんに振り返っていただきたいと思います。嫁ちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そうですね、まずけんちゃんさんの、若さに驚きました。そしてですね、紹介いただいてた三三商店街ですとか、私も同じ宮城なのでよく行く商店街です。親近感が私はありましたね。そうですね。あと、全体的に見て、地域活性化の活動ですとか、ケンちゃんさんの若いエネルギーで、南三陸町を引っ張っていてくれてる方なんだなと、すごく
まっすぐでエネルギッシュな方だなと思いました。本当にやっぱり、うん、同じこう同郷としてね、やっぱり嫁ちゃんもこう拝見してて、やっぱりあんね、若い宮司のね、ケンちゃんもあんだけこう頑張ってる姿を見ると、やっぱり嫁ちゃんもなんか、ここなんかね、はい、響くものあったんじゃないですかね。はい、すごく響きましたね。あとあのケンちゃんさんが演奏する雅楽、はい、あの、うん、真正面から演奏を拝見することが初めてでしたので、はい、あのその演奏している時の体の動きを見て、うん、あの息遣いですとか呼吸とか、うん、あの全身で奏でているという姿にとても感動いたしました。あーねー、うん、本当ですよね。確かに、はい、雅楽のこう音色ですよね。あの表現する言い方とかもさぞ難しいんだろうなと、とても感じた。本当にあの時はケンちゃんの時はあのいろいろこう打ち合わせの中で、ヒロさんの南三陸のこのタコプリン、で、あの南三陸町のオクトパス君っていうね、もう町のキャラクターがあるそのタコプリンがやっぱりこの地域の創生の一つのシンボルとして、これをぜひ全国の皆さんに知ってもらいたいので、ヒロさんタコプリン一緒に食べようって言われた時に、僕はあの本当にあの普通のあのプッチンプリンとかカスタードプリンの中にタコが入ってるのかなと思ったらそう全然違ってて、あ、これがタコプリンだなみたいな、そのね、なんかギャップはちょっとやられちゃったあったんですけど、すごい、ね、食レポをね一緒に楽しくしたり、あとね、この時はあのあんこがですね、ヒロ御朱印 .com のキャラのあんこがね、うん、コラボ御朱印オクトパスくんとコラボで祭りというねライブ記念御朱印を頒布させていただいたり、あとねケンちゃんから急な振りで、あの、タコミクジヒロさん弾いてくれってことでね、弾いたらね、なんと8年連続の大吉ということで。よかったですね。そう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 、もうね、来年弾くの怖いんだよな、もう。このまま8年連続で痛いみたいなね。そうですね。ケンさん。はい。また、いじっていいですか？うん、どうぞ。この時、ケンちゃん、ケンちゃんと僕一緒にコラボやってるんですけど、何やったか覚えてますか？覚えてない。いや覚えてない。いや私だからその時ってあの印象強かったのがもう、あ、このお年で、年って関係ないのかもしれないです、あ、宮司さんなんだっていう、それが強すぎて、うん、宮司さんなんだ、うん、そうそうそう、うん、あ、それでされたんでしたっけ。あれでもなんか全然出てこないです。なんかちょっとこれへこむな俺。なんか言ってくれたら、なんか言ってくれたら、あーそうでしたって多分なる感じです。ちょっとこれなんかさっきちょっと嫁ちゃんにちょっと誕生日忘れられてたんで、ちょっと嫁ちゃん触れるのちょっと怖いんですけど、嫁ちゃんもう振り返ってますから分かってますよね。はい、そうです。じゃあエミちゃんは大丈夫ですよね。あ、歌あれ答え出ちゃったよ。歌だ。ああ、なるほど。そうなんですよ。ネタバレ。ああ。はい。ケンちゃんと一緒に君が代をコラボしました。確か。確かにって言うと本当ですか？うん、なんか、うん、最近、ヒロさんよく歌ってるなっていう、それがあったの。ああ、なるほど。そうなんですよね。ケンちゃんと一緒に、何か一緒に二人でやろうよってなった時に、じゃあヒロさん、君が代を一緒にやろうよってなりまして、はい。ただね、あれあの時、あの、結構スピーカー、イヤホンマイクを外す、外さない、あと携帯のスマホのスピーカー遠い近いとかで、結構音量調節、事前にやりまして、結構ね、すごい、あの、だからね、やっぱり、携帯のイヤホンスピーカーってやっぱり音を拾う力っていうの限界があるんで、なかなかね、ちょっと、あれを教訓して、やっぱりこういう風にやるのが一番皆さんに声が届きやすいっていうのもいい教訓になったので、本当ね、いろんな意味で経験させてもらって、ね、ケンちゃんとコラボできましたんで、本当ね、とてもいい回になりましたし。なんで君が代だったんですか？ね、ケンちゃんの方から、あ、もうね、僕からこれやってくださいっていうこと全然なくて、ケンちゃんの方から、もう、ヒロさん、君が代をぜひやらせてくれってことだったんで、
あ、じゃあそれに対してそのヒロさんが練習したわけですか、キミカル。はい、なんか二人で一緒にやろうって形で、あ、もうね、練習なんかしてないですよ、ほとんど。もう、もうほぼ本番ですよ。あー、へぇー。はい。福山さん、後で見返してください。見返しますよ、キミカル。キミカルだったんだ。そうか。はい。ねえ、ということで、僕もね、やっぱり貴重な経験になりましたし、ね、嫁ちゃんも言ってくれましたけど、本当ね、ケンちゃんがやっぱり南三陸っていう、やっぱり震災、イコール震災っていうそのネガティブなイメージを、このヒロさんのライブを通して、絶対ポジティブに発信したいんだって思い、すごく言ってくれてたので、ね、本当、嫁ちゃんも言ってくれましたけど、本当ね、若いケンちゃん頑張ってくれましてね、本当にいいライブになったと思います。はい、ね、嫁ちゃんどうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは、ヒロゴ主インスタライブスペシャル対談ライブ振り返るライブ11月ですね、直近第31回のスペシャル対談ライブ兵庫県上昇寺自己シャンのですね回を福山さんに振り返っていただきたいと思います。福山さん、よろしくお願いします。はい、上昇寺さん、いや、よくその御朱印のイメージがすごい強くて、私はその上昇寺さんが書かれる大黒大黒くんです。はい。あ、福山さん、大黒くんです。はい、大黒くんです。大黒黒くんじゃ、大黒くんです。はい。強くて、で、次にご主演出さ、うん、た、その自分なりの思いをそのご主演に書き入れたっていう、うん、水行の龍の、ご主演っていうのはなんかすごいなと思って見させていただいてたんですけど、うん、うん、そうそう、これ。あ、聞こえてます？私の声が聞こえない。ね、途中途切れたんですけどね、また復活しました。そうですね。で、うん、いや、なんかその、私は、ご主題の、書き入れの仕方って、うん、なんかいろんな、その日蓮宗さんの、主題がすごい、はい、あ、なんかすごい面白いなと思って、それがすごい印象深かったですね。あ、こんな書き入れの仕方もあるんだと思って見させてもらってたんですけど、うん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 、うん、そうそうそう、そうですね、それが本当に、僕がライブ中、実はですね、この、あ、じゃあこれ3人に視聴者の皆さんはね、すごくしっかりご覧になってますので、視聴者の皆さんすいません、コメントちょっと止めてください。福山さんと、えみちゃんと、嫁ちゃん、早押しでいきたいと思います。この、第31回スペシャル対談ライブ、自己シャンとの会、実は、ヒロ御朱インスタライブの、とある、新記録って言ったら変なんですけど、新記録のライブとなりました。何の新記録のライブでしょうか？分かった方は挙手で。視聴者の皆さん絶対コメント教えてくださいね。時間、あ、福山さん挙手挙手。はい、嫁ちゃん。どうぞ。時間ですか？はい、正解です。そうなんです。ライブのね、最長時間更新しまして。うん、はい。もう、本当に、もうね、お三方も経験あると思うんですけど、本当ね、あっという間だったんですけど、気づいたら3時間ぐらいやってましたからね。ね、だけど僕がライブ中に一回だけですね、噛んじゃって、事故、シャンって言っちゃったんですよ。そしたらもうコメントで視聴者皆さんがね、もう事故シャン、事故シャンで食いついちゃいまして、で、そこからもう、自公さんから、もう自公さん自体もそれが気に入っちゃったみたいで、
本人の時光さんの、承認をいただきまして、で、今は、ちょっとね、ちょっと笑えて、笑えてて失礼か。時光さんの方から、視聴者の皆さん、フォロワーの皆さんに、時光さんって呼んでくれって。相当ね、気に入っていただいたみたいなんで。はい。本当にね、すごい。あね、今、陽子さん、そう、日をまたぎましたね、この時は。またぎライブになりましたんで。ねえ。あ、じゃあね、福山さん、ここでお名番返してください。あ、はい、はい。福山さん、今ね、きっとね、視聴者の皆さん、こんだけお世話になっているヒロさんのこと、福山さん何も知らないじゃないですか。多分皆さん突っ込んでますから。ここでお面番返してください。うん、はいはい、福山さん、はいはい、実はこの時の回、うんうん、時光さんと地元の方で、とあるものを制作していただいて、うん、全国販売になったものがあります。これは一体何でしょうか。ああ、なんだっけ。え、あれじゃなくて、なんだろう。詰め合わせじゃなくて。何の詰め合わせですか。え、あれお菓子じゃなかったでしたっけ。あれ何のお菓子だったっけな。はい。ここから難しいかな。あ、うん、えみちゃん、嫁ちゃん、何の詰め合わせだか覚えてますか？和菓子。和菓子、大きい。はい、じゃあ、そう、まあ、福山さん、じゃあ、半分正解ということで、ちょっとお名番かいですね。実はですね、この時、まあ、朝さんもね、ご購入いただいたって来てますけど、実はですね、上昇寺さんのある兵庫県に実はね、老舗の和菓子店、第三万年堂さんってお店がありまして、うん、はい、そちらでですね、そちらにある商品の中から和菓子の醤油饅頭と鮎もなかをご紹介いただいたんですよ。ただその醤油饅頭と鮎もなかがセットになったっていう詰め合わせがなくてですね、そのライブで紹介したものを欲しいっていう方がいたら、すぐこう皆さんが頼みやすいようにということで、その、醤油饅頭と鮎もなかをセットにしたものをヒロさんセットで、実は、ね、全国販売もしていただいてるんですよ。うん、福山さん、覚えました？うん、覚えました。ヒロさんセット買ってください、ぜひ。ヒロさんセットね。そう、ヒロさんセットね。そうそう。で、次光さんもね、すごくとても喜んでまして、はい、今回そのライブをご覧の皆さんから結構お買い求めいただいて、第三万年堂さんもすごく喜んでるというお話聞きましたので、ぜひ、和菓子が好きだったら、嫁ちゃん、えみちゃん、福山さんもぜひ、ヒロさんセット、あ、なおみさん買ってくれたんだ、ありがとうございますねえ、嬉しいですよね。ね、これでね、やっぱり、兵庫県のね、辰野市、地元が盛り上がればね、いいかなと思いますので、ありがとうございます。はい。それではですね、ヒロ御朱印インスタライブのスペシャル対談ライブ振り返るライブ第27回から第31回をこれでね、一度振り返りは終了とさせていただきたいんですけども、それではですね、初代の福山さん、そして2代目の嫁ちゃん、そしてね、今日サプライズ3代目のエミちゃん、お三方にぜひね、ちょっとぜひ、答えていただきたいちょっと質問がありまして、先ほど僕冒頭ライブ冒頭お伝えしたんですけど、おかげさまでこのインスタライブの影響もあると思うんですけど、やっぱりこう、寺社仏閣の、とか御神巡りこう、ライトユーザーというかですね、これから寺社仏閣巡りを始めてみようとか、御神巡りを始めてみようとかね、ヒロさんのライブを見て思いました、ポストを見て思いましたっていう方が、新規でフォロワーになっていただく方がたくさん増える中でですね、やっぱりこう、このライブでヒロ御朱印インスタライブを初めて今日見ましたって方も、これからリアルタイム録画でいらっしゃると思います。で、福山さん、そして嫁ちゃん、えみちゃんはヒロ御朱印インスタライブこれまでご出演いただいてね、いろいろご協力いただきました。で、もう率直にストレートにご出演されたお三方だからこその感想でですね、ぜひ、そうだな、じゃあ、えみちゃん、嫁ちゃん、福山さんの順番でよかったらですね、
ヒロ5週インスタライブ、実際に出演された感想でもいいですし、ちょっと遠目から見た感想でもいいので、ぜひよかったら率直な感想をお願いできればと思います。ぜひね、新規のフォロワーさん、ライトユーザーの方、あと自社仏閣ご新メール、これから始めると思う方に、ね、ぜひ発信していただければと思います。それではまず、エミちゃん、よろしくお願いします。はい、初めて出演のオファーいただいたときに、私、こんな出演していいのかしらってすごい不安だったんですよね。知らない、全く知らない方が見ているライブで、こんな田舎のお寺の私が出ていいのかしらってすごく不安に思っていたんですけれど、出演して、このライブを見て、インスタつながって、で、お寺に来ていただく方が本当に最近ちょこちょこ増えてきまして、本当にそれがすごく一番嬉しかったことで、1人でも2人でもちょっと私に会いに来てみようっていう、それだけのきっかけで来ていただけるっていうのはとてもお寺にとっても大きな一歩ですし、いろいろお寺のことを知っていただくきっかけにもなりますし、本当にそういう意味では、このスマホ1個でご縁がこんなに広がるんだなっていうのをすごく感じたのが大きいかなと思います。はい。ね。エミちゃん、ありがとうございます。エミちゃん、のど飴舐めながら、ぜひね、無理なさらないでくださいね。ちょっと聞き苦しい声で申し訳ありません。はい。全然大丈夫です。それでは続きましてね、振り返る大使、そしてね、ヒロご審査、女子会でもね、ご協力ご支援いただきました。嫁ちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そうですね、ヒロさんとつながらせていただいて、実際うちの円龍寺にもたくさんの方がご来山していただいたんですけども、やっぱりそれぞれ寺社仏閣、入谷八幡神社さんの賢者さんもそうなんですけども、地域とつながって世の中を照らしていけるような思いっていうのはそれぞれ持っていらっしゃると思うんですね。で、そういう思いも含めてこの場でお伝えできるという場所を発信してくださるっていうことはとてもありがたいことだなと感謝しております。そうですね、ヒロさんの、このインスタのこの発信など、そういうふうに皆さんにお伝えしていただける場所なんじゃないかなと思っております。はい。はい。ありがとうございます、嫁ちゃん。それでは、エミちゃんと嫁ちゃんの、この、ね、高いコメント力を聞いた後の、福山さん。これはちょっともう、う本当やだ。人生の年長者としても。本当やだ。でも、福山さん、いどうや、ですか？私ヒロね、5周インスタライブ。いや、ぜでも、ひ。多分すべてのっていうか、出演されている、寺社仏閣さんが、その思いっていうのは、なんか、だいたいなんか一緒なのかなと思って、その地域の活性だったり、そのことによって縁がつながって、その縁が、また拡散していくっていう。で、今日もこうやって、ヒロさんのおかげで、満足さんと、エンリーさんと、ご縁つなげていただいたんですけど、なんかこういうふうな縁って大事だなと思っていて、で、今ね、商店街の活性だったり、いろんなその活性をしたいっていう思いって、多分全国いろんな方同じだと思うんですよ。で、それに通じて、そのフォロワーさんがその思いを感じ取っていただいて、で、私買いましたって、で、それを投稿されて、感想を、投稿されるっていう。で、その投稿して、その投稿されたことによって、いろんな方が見られて、で、また、そのことに対してコメントをされるっていう。で、それでどん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 拡散していくっていうのは、なんかすごいなと思ってるんですよね。だからもう本当に、ヒロさんはね、本当体、十分に気をつけていただいて、何十年もこう続けていただいて、どん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 こう、輪が
広がっていただければいいなと思って見させていただいてるんですけど、だからすごいなーね、すごい、ね、福山さんプレッシャーに打ち勝ちましたねいやーすごい、だって皆さんすごい、でも福山さんいっぱいです、応援来てましたよ、頑張ってって福山さん頑張って、福山さん頑張って、あとね、嫁ちゃん頑張って、あとね、えみちゃん喉を無理しないでねって気遣うコメントもね、ありがとうございます。そうなんです、これね、ライブ録画になるとね、コメントがね、みんな消えちゃうんですよ。だからね、僕総合 MC としてね、コメントをちょっとね、拾い続けたいなと思いますんでね、福山さんプレッシャーに打ち勝って頑張れと、でね、嫁ちゃん頑張って、ね、えみちゃんね、喉無理しないでとね、そんな感じで皆さんね、温かい人多いよな、本当にですね。はい、でですね、今福山さん、特にね、嫁ちゃんの方のコメントにもありましたけど、その地域活性、地域の振興で、これはね、もう福山さん、嫁ちゃん、えみちゃんも、もう僕とのいろんなね、プライベートの会話の中でもよく聞いてる話だと思うんですけど、まあぜひね、もう、ひろこ主演されればずっと見てますよっていう方はもうね、もう何度も何度も聞いてる話もかもしれませんし、本当最近ひろさんのライブを見て、ご神巡り始めようと思いましたとか、自社仏閣巡り始めようと思いましたっていう方は、今日もしかしたら初めて聞く方がいるかもしれませんので、改めてね、お話をしますと、僕ヒロ御朱印スタライブって、お寺神社を紹介するライブ、御朱印を紹介するライブっていうのが全くゴールではなくてですね、やはりそのお寺神社には必ずその地域、その背景には必ず地域、市や町や村があると思います。で、そのお寺や神社の紹介を通じて、ご縁を通じて、やはりその地域の方にも、ぜひフォーカスして目を向けていただいて、このライブというものを、まあね、えみちゃんが言ってくれましたけど、SNS、スマートフォン1個でね、全国の人と世界の人とつながれる、今そんなような時代です。やはりね、そういう形で、このライブを通して、地元地域の方にね、多くの方々に何かこう、地域の振興、地域の活性にもつなげるような、そういうなんか働きかけ、きっかけになれば、まあそのふるさとの創生、地域を盛り上げよう、そのようなコンセプトで、このヒロ御朱印スタライブっていうのをやってるので、御朱印を紹介する、自社仏閣を紹介するってことも、それもね、重要なキーパーソンではあるんですけども、その、さらに僕は深掘りで、そのコンセプトで、この約2年半頑張ってきました。で、今ね、福山さん、嫁ちゃんお話もありましたけど、このふるさとの創生、ね、地域を盛り上げようということでですね、今日はですね、このスペシャル対談ライブ、振り返るライブ、もうね、27から31回振り返りましたけど、ここからですね、改めて、福山さん、そして嫁ちゃん、えみちゃんのですね、地元のふるさとをぜひ改めてご紹介をいただこうと思いますので、ぜひここからはですね、福山さんの地元、えみちゃんの地元、嫁ちゃんの地元をですね、ぜひ皆さんに知っていただきたいなと思いますので、それでは今度はトップバッター福山さんでいきたいと思いますので、福山さん。はい。福山、はい。それでは、まずは福山さんの愛媛、八幡浜、うん、ぜひふるさと紹介お願いします。はい、今年はですね、その1月にも紹介させていただいたんだけど、この見えます、あ、反転してるのかな、高果樹園ってやっぱこの柑橘をちょっと紹介させていただければと思うんですけど、はい、今御朱印帳と一緒にこのパンフレットを入れさせていただいて郵送させていただいてるんですけど、はい、この愛媛県特産のベニマドンナっていう柑橘なんですよ。うんうん、で、愛媛県でしかその作られてない、品種改良した、みかん。みかんっていうか、まあ、柑橘、うん。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 っていう。まあ、そういうふうな、柑橘ですってね。で、このオリジナルなんで、花マドンナって言うんですよね。まあ、ヨーコさんが今入れていただいたんだけど。はい、うん。ベニマドンナって愛媛県では言うんだけど、
ここではあの自社の独自ブランドなんで、花マドンナって言って、それを作られて、まあまあ、美味しい。まあよかったら皆さんも。そう、ゼリーみたいな食感なんですよ。なんだ、みかんの食感とはまた違う食感で、はい。独特な食感なんですけども、まあ、まあ、なんとも言えない。うん。そんなみかんを紹介させていただきたいと思います。で、ちょっとね、はい、なんかいろんな種類があるんですけど、柑橘って、なんだろうな、一応その、道の駅って全国いろいろあると思うんですけど、はい、八幡浜市の道の駅っていうのは、その、もちろんその柑橘の種類がすごいたくさんあって、その中でもすごいジュースの種類、味がたくさんあるんですよ。はい。いろんな、何十種類もあるんですけど、その中でもいろんなこの種類がある。うん、まあ、今ここで3種類ぐらいあるんだけど、100% で、まあ、作られてるみかんなんですよね。はい。こういうふうなみかんって、高果樹園さん。うん。高果樹園さん。あ、高果樹園さんね。はい、福山さんともね、はい、今年1月のスペシャル対談ライブでも紹介しましたもんね。うん、そうですね。あ、で、あと一つこの、なんだろう、イラストが、うん、それその、宝厳寺のオリジナルの、御朱印帳の、その、なんだろう、デザイナーさんと、この、一緒の方で、はい。まあ、そういうふうなご縁とかもあって、なんか近づきになったというか。へえ、なんかそんないろんな縁があるんですけど。福山さん、あれですよね。今、この時期って言ってはりね、もう代表格、みかんとリンゴがね、やっぱり今旬かなと思うんですけど、うんうん、ね、愛媛はやはりみかん全国区ですからね、うんうん、愛媛のみかん美味しいですよね。そうですね。また愛媛の、うん、なんか、ありますかね。いろんな、ね、全国どこでもあるんだけど、愛媛は愛媛の、なんか味が、またいろいろあったりとかして。うん。面白い。よみちゃんとえみちゃん。はい。すいません。この空気感から、質問させていただきます。はい。お二人、一番好きなスイーツな、フルーツは何ですか？嫁ちゃん、何ですか？一番好きなフルーツ。みかんです。ねえ、すごい、さすがですね。空気を読む力。えみちゃん、何ですか？えみちゃんは。すごい難しいこと、順番。ねえ、これ難しいですよね。はい、いいですよ、どうぞどうぞ。みかんと同じぐらい桃が好きです。あ、出た、桃。桃ね。そう、さっきライブの冒頭に陽明寺の奈々さん遊びに来てくれてて、そう、陽明寺のね、奈々さんがその旬の時期にシャインマスカットと桃を送ってくれるんですよ。もうね、めちゃくちゃうまかった。ああ、いいですね。めちゃくちゃ、もう岡山フルーツ王国ですよね、福山さん。ねえ、ほんとね、岡山のフルーツね。はい、もうぜひぜひ。もうね、桃ね、めちゃくちゃ美味しかったです。シャインマスカットもね、かなりやばかったですね。はい。じゃあ、福山さん、これであれですかね、福山さんの方からのふるさと紹介は、高果樹園さんということでよろしいでしょうか。福山さん。あ、福山さんからは、以上でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは、はい、ありがとうございます。それでは続いてですね、えみちゃん。うん、ちょっとね、声がね、途切れたり、ちょっと画面がね、ちょっとあれですね、声が途切れちゃう感じなんですよね、福山さんだけ。うん。だけど、大丈夫ですよ。僕たちみんな大人ですから、ちゃんと聞き取ってます。
あの、多分こういうことを言いたいんだろうなって感じで聞き取ってますんで。本当ですか。ああ、そう。そうです。はい。ありがとうございます。はい。あの、大丈夫。エミちゃんもみかんが好きって言ってましたよ。いや、桃でしょ。こっちは聞こえる、さっきから。こっちは聞こえる。ああ。はい。それでは続いて、エミちゃん、愛知、稲沢、ぜひよろしくお願いします。はい。あの、稲沢市は、あの、イチョウの木がとても有名で、ちょっともう冬なので終わってしまったんですけれど、あの、紅葉の時期になると、本当に黄色の絨毯が一面にできるぐらい、あの、イチョウの木が多くて、あの、毎年イチョウの観光では有名になるところなんですけど、今回ちょっとそのイチョウに関するあのスイーツを紹介します。おお。はい。これ見えますかね。イチョウパイなんですけど、イチョウが好きなんですよ。はい。わかりますか。ちょっと。ああ、本当だ本当だ。はい。これすごく美味しいんです。あの、私がよく利用するお菓子屋さんで、あの、稲沢市のモンモディスっていうお菓子屋さんなんですけれど、そこで売ってるイチョウパイです。はい、これ可愛いですね。結構大きいです。福山さん。僕初めて見ました。イチョウパイを神経、老眼鏡で神経で見た。もうね、見えなくて見えなくて。ちょっと文字が。本当ですか？すいません。もうなんか、もう初老なもんで、あの、初老なもんで、あの、見えない。老眼鏡ないと、あの、顔すらも見えないっていう。結構大きいんですよ。私の手のひらで食べると。いや、あのね、福山さん、あの、僕、はい、あの、職場でですね。はい。おい、ヒロ、これね、この、ちょっとこのプレゼンの資料、ちょっと、字が小さくて見えねえよって言った時、老眼鏡でこうやってる人いますけど、はい、イチョウパイを老眼鏡で真剣に見ると初めてやし。あの、ぼやけてぼやけてしょうがないですね。ぼやけちゃう。見えますか？なるほど。見えます。これで見えるでしょ。見えますね。いやいやいや、見えます見えます。ありがとうございます。ね、あ、じゃあ、エミちゃん、すいません、引き続きご説明お願いします。はい。ちょっと笑いすぎてお腹が痛いです。すいません。ごめんなさい。あの、ここのモンモニスっていうお店でもう一個、あの、その地元ならではのお菓子が売ってるんですけれど、あの、稲沢市に有名な大きな神社がありまして、神宮神社っていうんですが、そこの、あの、神宮の名前を取った、あ、ごめんなさい、反転してますね。こっちで、よいしょ。あれ、違った、こうだ。お、神宮さつま、これ、あの、さつまいものお菓子ですね。あの、スイートポテトみたいな。はい。福山さん、見ますか？見えますよ。いや、見える。うんうん、見えます、見えます。はい。ヒロさんが近い。いやいや、地味だね。これ、ちょっと上げてるんですね。なるほど。あの、こんな感じの、ちょっと、ヒロさんの顔が見すぎてて、ちょっと。わざとじゃない。わざとじゃないですよ。あの、決して笑かしてるわけじゃないです。真剣なんです。真剣なんです、これと。いやー、美味しそう。はい。ちょっと、意外と大きいんですよ、あの、これ。これはもう美味しいので、モンモディスの店。はい、ぜひ寄った時には食べてみてください。こんなパッケージです。あー、美味しそう、うん、美味しいです、これ、すごくねえ。そして、ぜひ神宮っていう名前も覚えてください。はい、神宮です。福山さん、覚えました？神宮。神宮です。これですよ、はい。はい。福山さんの老眼鏡の動きに合わせて僕もこうしましょうか。顔が見えない。顔が見えなくて。ごめんなさい。顔が見えない。わからない。
あんま見えないんですよね。決して笑かしてるわけじゃないんですよ。はい、ね、それではエミちゃんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、ふるさと紹介、今度はですね、嫁ちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやはい。もうみんなね、今視聴者の皆さんね、みんなもう腹抱えて笑ってますよ、もう。いやごめんなさい。はい、はい、嫁ちゃんよろしくお願いします。私からは、お寺の近くにあります、うん、天子という地区があるんですけども、はい、こちらも国の天然記念物に大イチョウが指定されてまして、はい、そこでしかできない柚子があるんですね。はいはい。でその柚子を使った加工品です。柚子塩。はい。で柚子が入った唐辛子。おお、唐辛子。はい。あとは何と言っても柚子胡椒。ああ、いい。はい。で、そうですね、アマゴの場所でしか育たない柚子の木なんですけども、はい、とても香りが良くて、うん、で、何と言ってもこう一つ一つ無添加で、うん、ご夫婦で作られている商品なんですね。はいはい。はい、でもう柚子胡椒なんかは年越しそばとかに七味の代わりに使っていただいても、うん、とっても香りがいいので、うん、ぜひ食べていただきたいなという商品になります。ああね、よみちゃんこれからね年越しそばの時期いいですよね、ちょうどね。そうですね。こちらもその甘ごれなったピーマンの味噌。あ、ピーマンの味噌。はい、これもご飯にいただくととっても美味しいんですけども。はい。ピーマン。はい、子供ってピーマンが苦手だと思うんですが、うん、これだと食べるんです。とっても美味しくて、もう無添加で安心して食べていただけるユズとピーマンの商品になります。ね、無添加ってまたいいですね。そうなんです。これはもうね、まさしく今の時期ちょうどいいですね。そうですね。ぜひおせちとか、うん、皆さんで食べていただくときにユズ塩をかけていただいたりとか、うん、はい、そうですね、楽しめる商品です。はい。そう。もうみんなお腹痛いって。いやね、やっぱりね、ライブはね、楽しくいかないといけないんでね、こういうシチュエーションもね、大事だと思います。楽しませてないんだけど。楽しませてない。いや、僕と福山さんで2人で楽しませましょう、皆さんね。いや。すごい。ね、皆さんね、楽しくね、お届けしたい。皆さんね、喜んでいただければと思いますけども。いやー、じゃあね、福山さんと嫁ちゃん、えみちゃん、今日お三方がね、そんないろんな美味しいものを地元のね、こう、ふるさと紹介してくれましたので、僕からもですね、ちょっとね、福山さんと関連したものをご紹介させていただきたいと思いますので、ちょっと待っていいですか？ちょっと待ってくださいね。なんかでも本当に、もうね、顔が見えないんですよ。老眼鏡かけてないと。本当にすいません。申し訳ない。山さんがどんどん近くなってきてますね。すみません、字が見えないです。はい、お待たせしました。すみません。はい、ですね、僕からはちょっとね、一回この僕のこれちょっとどかしますね。これをどかしまして、
先日、ストーリーズとかでご覧ね、なられた方いらっしゃると思うんですけど、福山さんから、サプライズお届き物が届きまして、なんと、愛媛のおみかんを、送っていただいたんですよ。で、これがですね、小林花園さんという、ね、ところのおみかんで、これね、姫市っていうおみかんなんですけど、これね、食べたんですけどね、もうね、めちゃくちゃ美味しい。こういう絵で見せましょうか、皆さんに。これやばくないですか、これ。すごいみずみずしいですね。そう。みずみずしくて。福山さん、これ、小林花園さんのおみかん美味しいですよね。うん、いや、本当に美味しいですよ。すごい。うん。場所がすごいいいところなんですよね。みかんが作られてる場所がすごいいいところで。うん。だからもうそういうふうにみずみずしい、なんかみかんができるそうなんですけど。そうなんです。でね、嬉しかったことがですね、福山さんから、いただきまして、ストーリーズで、ぜひ、小林花園さんと福山さん、宝厳寺をこう、ご紹介しようと思ったときに、いきなり小林花園さん、僕のこと知らないのに、いきなり僕がストーリーズ上げたらびっくりしちゃうと思ったので、事前に宝厳寺福山ご住職からいただきまして、みかん美味しくいただきましてっていう話をしたら、いろいろ、こう、やり取りしていく中で意気投合しちゃいまして、今お互いも相互報道させていただいたんですけど、実はですね、このライブで僕食レポしてご紹介しますよって言ったらですね、小林会の小林さんめちゃくちゃ喜んでくれて、もうリアルタイムか録画でぜひ拝見させていただきますってことでしたので、はい、福山さんはね、もう重々ご存知だと思うんですが、この福山さんから今回いただいた本場愛媛の小林花園さんのこの姫市というおみかん、八幡浜特産ということでね、これを今僕ちょっとお時間の関係がありますので、ね、ちょっと一つぐらいいただこうか、こんな感じです。一応ですね、今日は僕ライブ側の時にこう自分の手が出るというかね、必ずネイル手入れしてます。一応それを一応アピールしておこうか。でですね、これね、特徴がですね、これ、まあ、福山さんはもうご存知だと思うんですけどね、これ、うん、嫁ちゃん、えみちゃん、そして視聴者の皆さんね、これ伝わるかわかんないですよね。これね、めちゃくちゃね、皮がね、薄いんですよ。そう、皮がね、本当に薄い、本当に怖いぐらい薄くて、もうね、中身のね、そのジューシー、本当ね、嫁ちゃん言ってましたけど、みずみずしくてジューシーで美味しいんです。で、実はですね、うちのココちゃんも、こちらの福山さんからいただいたこのおみかん、小林会のおみかんを食べさせていただいて、本当にですね、もうね、モデル犬頑張ってくれまして、本当にね、もう美味しそうに本当食べてくれたんですよ。はい。なので、来週あたりにですね、リール動画でアップしたいと思いますので、ぜひね、ワンちゃんも食べる美味しいおみかん、ぜひ見ながら皆さんぜひね、小林花園さんのこのね、美味しいおみかんとご縁結んでいただければと思います。はい。こちら。ぜひね。じゃあ僕ちょっと一個いただきます。うわー、うまい本当にね、皮が薄くて、中身がね、ジューシーなんですよ。でね、本当に甘いですよ。うん。はい。僕ちょっと関東の某県住んでますけど、ね、本当もう、これ食べちゃうとね、地元のスーパーで食べれないですね、みかん。すごい美味しいです。はい。では僕、ね、お時間の関係がありますので、最後このね、これを移して、小林さん、紹介させていただきました。どうもごちそうさまでした。ありがとうございます。福山さんもどうもごちそうさまでした。ああ、いえ、とんでもないです、うん。はい、ということでね、福山さん、そして嫁ちゃん、えみちゃんのね、ご紹介いただいた、ね、それぞれのふるさと紹介。ぜひね、お三方の方からも、あ、嫁ちゃんどうぞ。あ、すみません。お話がちょっと、
漏れていたんですけど、あ、はい、お願いします。私からの紹介のさっき、うん、柚子の加工品なんですけども、はい、以前あの遠流寺にご来山いただいた、はい、ママさん、パンダママさん、あ、パンダママさん、はい、今あのご来山の加工品あのちょっとありがとうございますってお渡ししてたんですけども、はい、はい、あと陽子さんにもご来山いただいて、はい、あのとっても素敵なお菓子をいただいたんですね。うんうん、はい、あと剛さんからもあの栗きんとん剛さん、そうなんです、剛さんねをいただいてました。はい、はい、あのこの柚子の加工品を、そうですね、陽子さんと剛さんに本日発送しましたので、ぜひご賞味ください。はい嫁ちゃん、あれパンダママさんはもう送られたんですか？はい、そうなんです、あのご来場いただいたときにお渡しをしていました。へー、はい、ちょっとなかなか、陽子さん、剛さん見てますか、あの嫁ちゃんからあの、うん、ゆずセットプレゼントされるそうですよ。剛さんと陽子さん、おめでとうございますじゃないかねえ、よかったですね。いやー、これはねちょっとサプライズな感じで、だけどこれからねちょうど年越しそばとかねそういう時期なのでね、ほんとちょっと隠し味でいいと思いますんで、陽子さんやりましたね、ありがとうございました、おめでとうございますでもないよなよかったですね。あ、2人とも見てますよ。あ、剛さんも、嫁ちゃんありがとうございます、ありがとうございました、本当にねえ、よかったですね。はい、ということで、ぜひあの福山さんと嫁ちゃんもあのえみちゃんもあのよかったらあのね、多分きっとこの後あのヒロさんのライブ出たみたいなポストあげるときに、うん、あの今日紹介いただいたところぜひねそちらでもちょっと紹介とかしていただけると、で、皆さんももしかしたらアクセスしやすいのかなと思いますので、ぜひねよろしくお願いできればと思います。はい、ということでですね、視聴者の皆さん、実はですね、まだまだあるんですよ。もう、スペシャル対談ライブ、振り返るライブのね、中身がね、もう本当ね、他のところで中身が濃くなってますけど、実はですね、僕個人的にちょっとこのコーナーすごい楽しみしてまして、ぜひ視聴者の皆さん、これね、他のライブでなかなかこういうコーナーないと思うんで、楽しみにしていただければと思うんですけど、今日はですね、福山さん、嫁ちゃん、えみちゃんにですね、人生一番イケてる時の写真をご用意いただきました。人生一番イケてる時の写真をご用意いただきましたので、これはですね、あの特に20代とか30代とか10代とかなく、お三方それぞれの一番イケてる時の写真を今回セレクトしていただいたので、ぜひね、これをご紹介いただきたいと思いますけど、じゃあここはですね、視聴者の皆さん誰から見たいかちょっとやってみましょうか。じゃあ視聴者の皆さん、僕の問いかけにぜひコメントお願いします。最終的には3人のですね一番イケてる写真ご紹介しますけど、一番初めに誰が見たいですか、一番初めに誰が見たいですか、ぜひコメントで教えてください、お願いしますね。ちょっとタイムラグがありますけど、少しね、5人から10人ぐらいちょっとね、聞いてみたいなと思います。タイムラグがありますので、ぜひ皆さん、視聴者の皆さんご協力いただければと思います。誰の一番イケてる写真を一番初めに見たいか、ぜひコメントで教えて、嫁ちゃん、福山さん、あ、割れてる割れてる。嫁ちゃん、福山さん。割れてますね。嫁ちゃん、福山さん。福山さん。やめてくれ。福山さん。やめてくれ。福山、あ、福山、あー、福山さんかな、これは。はい。それでは、視聴者の皆さんからコメントで、あ、ね、今、エミちゃん入ってきましたけど、福山さんが多いようなんで、それでは、福山さん、一番初めトップバッター、お願いします。一番イケてる時の写真、お願いします。イケてる、どうやって写せばいいのかな。じゃあ、カメラをアウトで、あ、で、インでもいい、アウトでもしできれば、そうですね、アウトの方がいいかもしれないですね。アウトで。これは僕もね、お、あ、これ、カゴでできるんですよね、なんかね。あー、こういうふうにやればいいじゃないですか。ね。
見えます？もう古すぎて写真が。あ、かわいい。福山さん。はい。見えます？なんかそう、踊ってますね。なんか今、プルルルルンって言ってましたね。福山さん？ちょっとね、福山さんがね、ちょっとライブスタートが、ちょっとね、電波があれでね、映像声がちょっとあれですけど、ぷっぷん、ぷるるるるんって感じ。くるくるいっちゃってますね。ね、ひとまず、そうですね、これあの、録画に残りますからね、かわいい、かわいい、最高、かわいい。画面止まってますけど、ちょっとそれはもう見て見ぬふりで、かわいい。あ、おっとっとっと、おー、すごいことになっちゃいましたね、これ。秒も。さんのアップはい、じゃあね、ちょっと福山さん、もうちょっとね、福山さんの電波がもう一回招待しましょうか。福山さん、お呼びしました。なんかそ、あ、固まっちゃいましたね。うん、あのね、福山さん、ちょっとね、あのライブ冒頭からちょっとね、画像と音声がちょっと途切れ途切れなんですよ。本当ですか？多分。はい、だけどあのちゃんとあれですよ、あの僕たち雰囲気で感じ取ってますんで大丈夫です。本当ですか？はい。じゃあ、福山さん。もういいですかね。はい。こちらの方を選んだエピソードぜひお話してください。お願いします。え、これもうなんかめちゃくちゃイケてるなと思って。これ、はい、私が初めてぐらい棚行ってあの、お盆の時期に、あの、お檀家さんのところにお参りに行くんですけど。はい。はい、その時に初めてだったんですよ。あ、何歳かな、多分4歳とか5歳ぐらいだったんですよ。はい。で、ここにあの、真ん中に布生地があると思うんですけど、アップ、アップ、はい。この、図座袋を、お檀家さんに塗ってもらうんですよね、これ。しましまの、なんかあの、肩にかけてるやつあると思うんですけど。うんうん。これを、お檀家さん、私がその、お盆周りに、うん、お盆周りに行くっていうんで、その、お寺の近くの檀家さんが、はい、あの、図座袋を縫っていただいて、で、これを、あの、はい、持っていきなさいって、あの、持っていただいたんですけど、これなんで大きいかわかります？はい、この図座袋が。大きくないですか？体、私ちっこいんですけど、それに、はい、応じたこの図座袋の大きさ、なんでか分かります？理由があるんですよ、すごい。図座袋が大きな理由が。うん。あ、嫁ちゃん戻ってきましたね。すみません。はい、大丈夫です。はい、大丈夫ですか？はい、はい、OK です。福山さん、続けてください。お願いします。理由があって、これね、その、檀家さんのところにお参りに行くと、皆さんお菓子をいただくんですよ。お菓子をもらうんですよね。うんうん、あの、お供えしている、お仏壇にお供えしているお菓子を皆さんいただ、あの、もらうんですよ。あの、これ持っていきなさいって言って。はい、うんうん、なんで、この図座袋の中にお菓子を入れるように、そうそう、あの、あえて図座袋を大きくしてくれたっていう。で、そういうふうな中エピソードがあって。で、そう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 、そういうふうなの。福山さん、これ、いくつぐらいの時ですか、これは。たぶん4歳とか5歳とか。あー。そんぐらいの時ですね。じゃあ、ちょうど小学校入る前ですね。あー、そうですね。で、この時はまだ京都にいたんですよ、私。京都の綾部市っていうところにいて。あー、はい。綾部、わかります、わかります。うん。だから、そこでいたんですけどね。だから、その時の、小坊主というか、うん、あの頭もだから丸めたんですよ、うん、頭も多分ね髪の毛が伸びてたんですけど、はい、その当時はね、はい、うん、そうそうそう、こんなそんな感じです、だから行ってきますっていうような感じ、で写真撮っていただいたんですよ、その段階に、はい、小学校、あ、すみません、小学校上がる前のこの時期の時って、福山さんこう周りの中では背は真ん中ぐらい、背高い方、低い方ってどうですか？一番ね、前の方ですよ、私。あ、本当ですか？うん。
福山さんって身長おいくつでしたっけ？165センチとか、ちっこいです、私。あ、そうなんですか。うん。なんか見た感じ、なんか背高そうな感じ見えますけどね。顔がでかいんですね、多分ね。いやーね、福山さんのね、4歳、5歳の時のね、写真ということでね、かわいいってコメントね、いっぱい入ってました。ねえ。福山さん、大丈夫？聞こえてますかね？聞こえてますよ。福山さん、いいですかね、大丈夫かな、はい、はい、大丈夫ですか、はい、聞こえてますか、はい、大丈夫です。はい、はい、聞こえてます。はい。それでは、続きまして、はい、どうしようかな。じゃあ、エミちゃんで行きましょうか。エミちゃん、一番イケてる写真、お願いします。私の写真は、こちらです。ん？これは幼稚園の時ですね。年長か年長ぐらい。福山さんと同じ時期だ。はい、そうです。こんな格好じゃ、当時の私ってすごくやんちゃだったみたいで、はい、何も怖いものなしだったようなそんな性格だったんですよね。お寺の中の、お寺の建物がちょっと縦長なので。はい、寺の中を端っこから端っこまでずっと毎日走り回ってるようなタイプの人間だったようで、こんな格好をして、へそ出したりして写真よく撮ってました。あ、本当、へそ出してるんだそうなんですよ。もう怖いもんなしって感じですもんね。えみちゃんだけどね、すごいコメント可愛いっていっぱい入ってますよ、えみちゃん。もうこの頃にはもうバイオリン始めてますね。もう、はい、こんな格好でバイオリン弾いてました、昔は。えみちゃん、これ、メガネがちょっとなんか妙に大きくないですか？でっかいですね、これ。これ、どっかのディズニーランドで買ったグラスですかね。多分キャラクターものの帽子とサングラスだと思います、多分。あー、なるほど。ね、今ね、コメントでね、かわいいかわいいってコメント入ってますけどね、すごいおへそ出しルックということで。いやー、もうおへそ出しルックで僕もね、かくんでいっちゃいましたけどね。いやー、エミちゃんかわいいっていっぱいコメント入ってよかったですね、かわいいかわいいって。よかったです。ね、福山さん。はい。福山さんの時もね、かわいいかわいいってコメント入ってましたよ。ありがとうございます。ねえ、はい、本当ね、だけど本当にお二人ね、4歳、5歳のね、時期の頃の写真というとね、可愛い写真をね、が一番イケてるということで、それではね、一番イケてる写真、最後はですね、嫁ちゃんでいきたいと思います。それでは嫁ちゃん、人生で一番イケてた写真、ぜひお願いします。はい。福山さんもエミちゃんも4歳5歳の写真でちょっと大変私お恥ずかしいのですが、見えるかな、ダンスをしてた時の、うん、写真になります。写ってますでしょうか。写って嫁ちゃんなんかね雰囲気は見えますでしょうか。これは見えるか。私の目が悪いんじゃないよね。私の目がおかしいのか。はい、どうなってますか。そう、なんとなくね、僕もね一生懸命近づいてるんですけど、はい、ぼやけてるのかな。そうですね、私おかしい。あ、僕もね、一生懸命近づいて見てるんですけど。はい、見えますでしょうか。嫁さん、なんとなく雰囲気は、ぼやけてるけど、雰囲気は。出ますか。僕もね、一生懸命近づいてるんですけど。星は衣装じゃなくてスタンプですか、これ。あ、そうです。ちょっと、他の方を隠してみました。わかりました。嫁ちゃん。はい。これはですが、ダンスの、なんか、チームのメンバーの写真みたいな。あ、そうですね、はい。
これ、えみちゃん、あ、よみちゃん、いくつぐらいの時のお写真ですか、これは。これは、20、21、2ぐらいだと思います。え、4歳、5歳ですか笑わせないでください。いやー、ね、僕は総合 MC ですかね。こう、笑わせるっていうのもね、一つのミッションですのでね。いやー、わかりました。ヨミちゃん、はい、わかりました。もうわかりました。視聴者の皆さん、すいません。きっとね、ヨミちゃんのイケてる写真、皆さんね、ちゃんと見たいという方いらっしゃると思いますので、僕、実はですね、福山さんとエミちゃんとヨミちゃんの、イケてる写真、実はね、もう、お預かりしてますので、ストーリーズの方で、ちゃんと鮮明にしたものを皆さんに、ストーリーズで、お知らせさせていただきたいと思いますのでね、ぜひ、ストーリーズ、お楽しみいただければと思います。はい、ね、雰囲気はね伝わってましたので、はい、本当に。嫁ちゃんダンスはもう、はい、なんか始めてからどのぐらい、何年ぐらい通算で。ダンスはそうですね、10年くらいですね。ああ、10年。はい。ねえ、10年ぐらいだとね、やっぱりちゃんとしてたね、こう10年っていうと、ああすごいやってるなっていう感じになりますしね。はい。ねえ、もう、エミちゃんはね、やっぱりもうバイオリンがね、やっぱりもう皆さん、きっとね、視聴者の皆さんはもうバイオリンっていうね、印象が。福山さん福山さん、はい、福山さん、お寺のご住職としてではなく、プライベートでもいいんですけど、福山さん、10年ぐらいのスパンで何かやってるもの、やってたことって何かありますか？ないね。ないですよ。ないな。あ、ないですか？ないですね。ない。な。え？で、なんか、10年に満たなくても、こんなこと結構ちょっとやってたよみたいな、なんかないですか？あ、巻き割り。福山さん、うん。うん。木こり？うん。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 はい。うん。はい。うん。ちょっとね。福山さん。ちょっとね、で、ロボットみたい。福山さん。福山さん、福山さん、福山さん聞こえますか、僕の声。福山さん、ヒロです、聞こえますか。福山さん、ちょっと福山さん大丈夫かな。ちょっとね、福山さん声がね、やっぱちょっと聞こえない。福山さん、あ、
一国道福山さん、ああ今ね福山さん声がね途切れちゃってて、あ、福山さんすいません、僕の声を聞こえてますか、そちらに。あのね、福山さん、あのどんな風に皆さんに聞こえてるかっていうと、こ途切れちゃってましてね、あのえ、まま、きわわわわわりりりりりりりはい、だけどなんとなくなんかテレパシー感じました、大丈夫です、感じましたねえ、視聴者の皆さん大丈夫かな、聞こえてますか皆さん。ちょっとね、福山さんのところの画像と声がね、ちょっと声が途切れて画像がちょっと乱れちゃうんですよね。いやーもうこれ、やっぱ、いや、福山さん、電波のことはしょうがないですよ、これは。あの、福山さんに非はありませんので。いやー、だいぶ、皆さんもう、ね、ここは、テレパシーで行きましょう、テレパシーで。テレパシーで。ね、わかりました。ね。はい、なんとなく、巻き割りっていう感じで、ということで。はい。はい、ありがとう。ねえ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 。はい。ということでね。はい。はい。でですね、ね、さすがですね。ともちゃん、雰囲気を察しましたということでね。さすがですね。福山さんはね、テレパシー。いやー、これはね、全く、もうね、皆さん全く聞こえない。しょうがないです。これはもう、テレパシーでいきましょう。はい、雰囲気で。全く聞こえない。そう、全く聞こえないっていう方もいますね。だけどね、福山さん大丈夫です。皆さん、心温かい方ばかりでね、もうテレパシーでいこうって来てます。テレパシーで。あ、本当ですね。そうなんですね。お願いします。はい。それではですね、あのお三方に改めてなんですけど、あの先ほどね、あのこうヒロさんのライブを見て、あの御朱印巡りを始めようと思いましたとか、自社仏閣巡りを始めようと思ったきっかけになりましたっていう方がいました。でですね、あのそれと合わせてですね、これも、まあ、視聴者の皆さん、あ、またそれ来てるんですねっていう方も多いと思うんですけど、ヒロさんは一体何者なんだとっていうことでですね、エミちゃんとヨメちゃんはね、リアルな僕見てます。で、福山さんはね、いろいろ打ち合わせでね、いろんなこう、オンラインでいろいろ打ち合わせで僕を見てますのでね、まあ直接ではなく間接的ですけどね、福山さんも僕の正体、どんな人間かっていうのはね、よくよくご存知だと思いますので、そうですね、そしたらこれは、そうですね、エミちゃんから行きましょうか。エミちゃん。はい。ヒロさんって一体何者なんですか？ヒロさんって、どんな人っていう人に、ぜひ、お三方の回答でですね、皆さんにそれをね、アンサーでお届けできればと思うんですけど、エミちゃん、忖度抜きで結構です。よろしくお願いいたします。はい。まず言えることは、もう間違いなくヒロさんは実在されております。そこですか。はい。動いてます。福山さん、へえっておかしいよ、それ。リアルにちゃんといらっしゃいます。聞こえてますか？聞こえてる。失礼します。はい、あの動いてるヒロさんだとちょっと私も本当に思ったんですけど、動いてるヒロさん動いてる第一印象に一番思ったのがヒロさん背が高いなって思いました、とっても、お会いした時ちょうど私あの家の玄関の下にいて、でヒロさんがあの玄関から出ていらっしゃって、でちょっとあの階段が 2、3段ぐらいあったので、あのその高いところからヒロさん登場されたんですよね。で、あのその様あってから余計にすごいヒロさんが大きい人に見えてすごいでっかい人だなっていうのがまず第一印象うーん、それからあのもうお話しされてる時もこの雰囲気ってあるんですけれど、お会いした時の雰囲気が、はい、あのもっと
いいんですね、柔らかくて。すごくあの和やかな雰囲気をあの作るのがとても上手というか、あのすごいあの自然にそれができてしまうような印象がありました。あ、うん、えみちゃん、ちょっとさらに合ってる方なんで深掘りしていいですか。はい、はい、どうぞ。ヒロさんの外見ってどんな人なんですかって、まあこんな人ですって言いたいところなんですけど、やっぱりこう会った人の意見を聞いてみたいという方も視聴者の方多いと思うので、どうですか、うん、そこをちょっと深掘り、ちょっと僕ドキドキなんですけど。あのヒロさんの写真よりもね、実際に会った方がイケメンですよ、本当に。写真あのいい感じに撮ってらっしゃいますけど、実在のヒロさんの方がもっともっとかっこいいです。あの忖度なしで言ってますけど。エミちゃん、後であの、はい、あのなんかの詰め合わせセット送りますんで。あ、やった。いや本当にイケメンヒロさんですね、そのまんまで。背も高いですし、雰囲気もいいし。僕、はい、ちょっとですね、まあ、今、エミちゃんが触れてくれたんで、ちょっと僕、これ、本当の事実の話をするとですね、僕、ちょっとプライベートでですね、僕、実は友人から、一時期ちょっと言われてることがありまして、ちょっとね、初めはちょっとブーイングしてください。僕ね、一時期、キムタクに出るって言われたことあるんですよ。ね、ここ今すごい、もう皆さんからブーイングをすごい感じながら、ブーって今来てますね、もう。福山さん、聞こえてます？うんうん。聞こえてますよ。で、ちなみに僕、あの、サッカー部の仲間の、あの、披露宴の時に、うん、スマップの出し物の時、スマップとかで、あの、踊ったりしたんですよ。その時、僕ね、キムタク役が、ほとんどキムタク役だったんですよ。はい。ここをちょっとね、皆さん部員が浴びてほしいんですけど。でね、だけどね、ちゃんとね、大丈夫です。つぼるところありますんで。ただですね、僕の周りのサッカー部仲間から言われたのは、お前、キムタクにいてね、なんですけど、その前に、一言ありまして、なんかお前、5メートルぐらい離れるとキムタクにいてないって言われてました。はい。なので、はい、ちゃんとね、お約束、5メートル離れのキムタクということで。ね、ここでね、皆さんのブーイングもね、少し解消できたかなと思います。はい、僕、あの、結構あの、毛先を跳ねるパーマしてた時期があって、はい、そういう時とかで、結構あの、マリンスポーツとかやったり、サッカーやると結構焼けるんですよ。でね、で、5メートルぐらい離れてもらうとね、なんかそれっぽく見えます。はい、なのでね、あの、ここでね、僕はキムタクって言ったら皆さんが大ブーイング浴びちゃいますんで、一応5メートルっていうのを付け加えていただければ、ね、皆様がね、なんかこう、ほんわかね、笑っていただけるかと思いますんで、一応そういう風に言われてました。はい。ね、スマップでもね、結構いろんなのやりましたよ、披露宴で。はい、ね、ありがとうございます。ね、ショコリンさんもね、僕会ってくれてますからね、ショコリンさんもぜひコメントでちょっとおせおせコメントぜひお願いします。はい。それでは、じゃあね、やっぱり、嫁ちゃんもね、はい。つい先日ね、会ってますので、はい、じゃあ嫁ちゃん、ぜひ、ヒロさんってどんな人なんですかっていう人たちに向けて、ぜひ、嫁ちゃん会った人の感想、印象お願いします。はい。そうですね。ヒロさんとはお会いする前までは結構お電話とか対面で打ち合わせとかさせていただいてたんですけども、まあ、ヒロさんのその仕事の内容ですとか仕事のさばき方とかを見てると、もうとてもプロフェッショナルな方なんだなっていう印象がとっても強かったんですよね。はい。で、その中で初めてお会いして、うん、お話をさせていただいて、とにかく感じたことは、はい、もちろんプロフェッショナルな方なんですけども、とてもあの、はい、人情的というか優しい方でした。優しい方でした、はい、うん、何でしょうね、あの私の、ま、子供がまだちっちゃいんですけども、うん、家のこととかを気にしてくださったりですとか、なんかそうですね、とにかく優しい方だな、こういう方なんだなっていう実感がありました。ああ、なるほどね、
ありがとうございます。嫁ちゃんもじゃあ、すみません、エミちゃんと同じなんですけど、会ったことあるってことなんで、はい、内面的なところから、こう、実際に会った、外の印象はどうでしょうか。はい。ね、会った方の印象はね、皆さんにぜひ聞きたいと思いますんで。うんうん、私は、翔子さんと、大阪の友人の翔子さんと、ヒロさんのお宅にお伺いをするっていう時だったんですけども、うん、宿泊していたホテルに、翔子さんと泊まっていたホテルにヒロさんが迎えてくださったんですね、はい、はいはい、でその時が一番初めにお会いした時だったんですけども、ああそうでしたね、はい、まずその時のこの見た目の印象っていうのはとにかくすごくおしゃれな方だと思いました。ああ、はい、結構洋服は好きですね、はいはい、すごくおしゃれでしたねモノトーンコーデだったんですけど、はい、そうですね、はい、はい、なんでしょうね、お洋服のデザインとかすごくこだわって買って選んでいらっしゃるんだろうなっていうのが伝わってきましたね、うん、ありがとうございます。もうここでね、嫁ちゃんがね、いやヒロさんなんか5メートル離れたらみたいなトークあるかなと思ったんですけどね、ありがとうございます。ね、僕ね、嫁ちゃん言ってくれましたけど、洋服すごい好きなんですよ。うん、はい。なので、福山さん、ぜひ今度遊び来てくれたとき、僕がなんで洋服が好きかっていう部屋を今度お見せしますよ。ああ、うん、はい。エミちゃんと嫁ちゃん見てますんで。そうなんですね。はい。それを見たら、本当に洋服がこの人好きなんだなってわかる部屋があるんで、お見せします。はい。ねえ、ありがとうございます。それでは、ね、福山さん。ね。はい。うん。はい。ともちゃんから今ね、ちょっとありましたね。好きなブランドあります。僕、うん、ビジネススーツで好きなのはポール・スミス好きです。ああ。はい。スーツはポール・スミスが好きです。はい。はい。それでは、福山さん。もう、忖度なし、ぶっちゃけ言っちゃってください。同じ男同士なんで。どうしいや、だから、あれですよね。私、だから、なんだろう。まあ、テレビ電話をする前の、印象で言うと、はい。なんだろうな。もう、鬼ヶ島に住んでる空想の方なんだな、っていう、ああ、なんか、あそこら辺ですごい、活躍をされてるなっていう印象しかなくて、はい。あ、一体どういうふうな方なのかなと思いながら、こう、見させていただいたんですけど、それで結局、その、はい、テレビ電話で、その、話をしましょうっていうことになった時っていうのは、うん。すっごいドキドキしてましたよ。今、NUD さんや万蔵院さんおられますけど、うん、うん。もうそれ以上のこのドキドキというか、はい。どんな方なのかなと思って、初めてこう、お顔を、はい、お会いした時っていうのも、あ、優しそうな方なんだなと思って。だから、その前って。優しそうな方って、じゃあ優しくない？いや、身長が185センチでサッカーをされていて、スポーツバリバリでって言ったら、もうすごいガタイの良くて、なんか、語弊があるかもしれないけど、ちょっといかつい方なのかなと思って。いかついっていうのはそのスポーツ、ね、されてる方ってすごい筋肉隆々の、なんかそういうふうな、方がすごい印象深かったので、私はなんかそういうふうな方が、なのかなと思ったら、なんかすごい優しそうな方だったので、はい。うわ、なんか全然違うなと思って。あ、185センチもあるんだと思って。あ、なんか全然わからないなと思ったのが、まあ最初のあれで。はい、でも、その話す、ね、いろいろお話しさせていただいて、やっぱりその、あれは、だから、まあ、1月の、ライブもそうですし、私はその後の3月の時が、やっぱりその印象深くて、はい、チャリティーですよね。チャリティーの時がすごい印象深くて、で、あの時ってもう何十回、電話やテレビ電話させていただいたんだろうっていう。で、その時ってすごい、毎日毎日ね、お仕事されてるにもかかわらず、まあ、時間を、作っていただいて、あえて作っていただいて。で、もうね、朝、仕事に行く前だったり、移動中だったり、で、
寝ないといけない、その時間でも応対していただいたりっていう、まあ、そういうふうなあの接し方をしていただいたんで、もうすごい方だなと思いながら、あのまあ、今に至るんですけど、そうそう、まあ、でも本当に誕生日が忘れてましたけど、すいません、本当に。いやいやいや、大丈夫。福山さん、大丈夫です。僕、あの、大人なんで大丈夫です。心広いんで。後で叱られる。なんでそんな風に言っちゃったの？他の方にですよ。ねえ。本当にね。いや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 、ね、これでね、きっと、あの、僕の新規のフォロワーさんやね、まあ、新規のフォロワーさんですね。このお三方のこの今のコメントを聞いてね、明日は多分 DM が減るんじゃないかなってちょっと期待してるんですけど。ねえ、本当だけど、本当に多いんですよ。本当に。あの、今大体多いのがその新しい方だとフォローさせていただきました。あとはこう、自社仏閣に興味を持ちました。ご神巡り始めようと思いました。すいません、ヒロさんってどんな人なんですかとか、ヒロさんってどこ行けば会えるんですかっていう、そういう系統の質問が本当に多いので、いや、今ね、もう、お三方のいろいろなね、会ったことのあるエミちゃん、嫁ちゃん、ね、いろいろね、多分、シューガさんと同じぐらいにいろんな話をしたね、福山さんのコメントを聞いた皆さんがね、きっと聞いていただければ、皆さんね、なるほどそうなんだなと思っていただいたと思いますので、お三方どうもご協力ありがとうございました。ありがとうございました。ねえ。でですね、視聴者の皆さんね、もうそろそろ2時間になります。で、本当にあの、僕のね、この総合 MC の中で、福山さん、嫁ちゃん、そして、エミちゃんとライブをやってきましたけど、ぜひですね、ここはですね、視聴者の皆さん、2時間経ちました。ね、ずっと見てくれてます。本当ありがとうございます。そのずっと見てくれてる皆さんにですね、心の癒しをですね、お届けしたいと思います。で、ここはですね、実は福山さんと嫁ちゃんにも第2番目のサプライズがありまして、これからですね、なんと、エミちゃんによるヒロ御朱印スタ音楽祭をサプライズで開催していただくことになりました。はい。それでですね、今回、エミちゃんに弾いていただくのはですね、今年の2月の第21回スペシャル対談ライブでとても反響がありました。ハチャトリアンの仮面舞踏会と、オーストリアの世界的な音楽家、モーツァルトのトルコ行進曲の2曲を、これからバイオリンで生演奏していただきます。エミちゃん、それではね、はい、きっと楽しみにしている皆さんに一言ぜひお願いします。はい、久々のバイオリン演奏となります。ぜひ皆さん、あの短いお時間ですが、楽しんでお聞きください。よろしくお願いいたします。はい、はい、それではね、ぜひエミちゃんよろしくお願いします。はい、じゃあここはね、エミちゃんの皆さんね、演奏を聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとあの耳外しますので、お願いします。はい、それでは演奏させていただきます。
はーい、素晴らしい。えみちゃんね、音バッチリです。あ、よかったです。すい、福山さん、嫁ちゃん、はい、うん、どうですか。まず福山さんどうですか、えみちゃんの生演奏。いや、すごい、すごいの一言ですよ。もうなんかテンションが上がりそうな、なんかあの10時ですけど、もう10時ですけど、ハイテンションになるような、あの曲に合わせてなんかテンションがどん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 上がってくるような、なんかそんな感じです。ありがとうございます。いや、今ね、コメントでもね、ありがとうございました。もうね、皆さん今日はね、もうオーディエンスということでね、今、うん、拍手の絵文字がいっぱい来てます。嫁ちゃん、はい。ライブ越しですけど、えみちゃんのバイオリン生演奏聞きました。どうですか？はい、すごいですね。ありがとうございます。はい、とってもすごいですね。あの福山さんと同じようにテンションがどんどん上がってきてなんかもうあーっていう感じになりました。ありがとうございました。ねえ、ありがとうございます。今日ね、あのサプライズでね、今回あの3人目の第3代披露ご審査振り返り大使ということでね、あのえみちゃんに就任していただきましたけど、福山さんと嫁ちゃんの表向きの打ち合わせと進めながら、裏ではね、えみちゃんと進めていく中で、えみちゃんの方でね、ぜひ福山さん、嫁ちゃん、そしてね、視聴者の皆さんに喜んでいただければということで、急遽、サプライズで披露ご主演した音楽祭ということで、ね、第21回スペシャル対談ライブで演奏した中で、特にね、人気のあったハチャトリアの仮面舞踏会、そしてね、きっと皆さんね、あの、もう聞き慣れてる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、トルコ行進曲というね、名曲をね、2曲演奏いただきました。えみちゃん、はい、どうですか、この仮面舞踏会とトルコ行進曲弾いたもね、ご感想とかどうですか。仮面舞踏会イコールヒロさんの曲になりつつありますね。はい、でトルコ行進曲実は結構難しいんですよ。あのピアノで弾くとあの割と綺麗に弾けるんですけど、バイオリンで弾くとすごく指使いが難しくて、はい、なのでなかなかあの結構また2回目お願いしますって言った時にヒーって思ったんですけど、はい、頑張って練習しました。ありがとうございますね。素敵なね、これあの録画になればね、またあの大体ね2時間ぐらいのところから始めてもらうと、このねちょうどえみちゃんのこの音楽祭聞けますので、またね、皆さん録画でね、ちょうど2時間ぐらいから合わせればね、聞けますので、ぜひね、また何度も何度もね、聞かせていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ねえ。もうね、今回このね、スペシャル対談ライブ、振り返るライブ、視聴者の皆さん先に言っとくとですね、このスペシャル対談ライブ、振り返るライブはですね、僕の一応企画、計画としては、半年に1回、まあ、1年に2回で考えてます。なので、ね、1年に2回となるとね、ほんと盆と正月じゃないんですけど、
本当ね、次、このメンバーでってなるとまたね、半年後になりますのでね、半年に一回のライブになりますのでね、僕も今日は皆さん含め、ね、このヒロ御朱印スタカルテットで、ね、楽しんでいければなと思いますので、実はですね、まだちょっとね、いろんなこう企画がありまして、今日実は、この総合 MC の僕、そして福山さん、嫁ちゃん、エミちゃんとですね、このヒロ御朱印スタ振り返る大使カルテットを通して、皆さんがですね、それぞれこのエミちゃんと嫁ちゃん、嫁ちゃんと福山さん、福山さんとエミちゃん、ね、そこに僕も絡みご縁がありました。で、今回はですね、この機会に振り返る大使プラス総合 MC の僕も入りまして、友情の証、記念色紙の交換をですね、やりたいと思います。で、その記念色紙についてはですね、ちょっとお時間の関係もありますので、実は、福山さん、嫁ちゃん、エミちゃん、僕、全員が事前にもう書いてありまして、皆さんにまずそれをお見せした後に、今年の漢字1文字をそれぞれ書いていただいたものをもう一度ご紹介していただきます。で、その後にですね、運命の友情交換ということでいきたいと思いますので、僕の色紙が、宝厳寺か、遠流寺か、万蔵院に行った場合は、僕の色紙がどこかのお寺にお祭りされ、ね、皆さん参加時のどこかのどなたのご神が僕に来た場合は、ご神明者にお祭りするということになりますので、友情の証、記念色紙の交換ということで、プラス、今年の漢字一文字コーナーということをやってみたいと思います。よろしくお願いします。いやー、この説明をちゃんと言えるか頑張りました。はい。ね、これでは、それではね、早速ですね、披露、ご主人した振り返る大使をきっかけにつながるご縁を祝し、友情の証、記念色紙を僕含め4人全員で書いたものを交換しちゃう企画ということでいきたいと思います。それではですね、トップバッターは、それでは、福山さんでいきたいと思います。福山さん、友情の証、記念色紙、誰に行くかわかりませんけど、よろしくお願いします。私、明日ちょっとまた変えますね。はい、お願いします。うわすごい、あ、すごい。すごい。竜です、これ。すごいですね、これ。竜。福山さん。はい。このまず竜を書いたこのきっかけと、どんなところにこういう思いを書きましたね、誰に行くかわかりませんけど、どんな思いで書かれたか、なんか良かったエピソードをお願いできますか。いや、私だからその、竜、いや、それこそだから1年以上前ですよね、その御朱印を書き入れ始めた時に、うん、絵って書いたことないんですけど、はい。竜の御朱印を書いてくださいっていう、そのご依頼というか、うん、そういうふうなのことがすごい多くて、はい、竜をひたすらずっと書いてたっていうこともあるんですけど、でもつい最近だからその三宝竜で、はい、その如意輪寺さんと顕明寺さんとまあご縁いただいて、うんうん、まあ、竜をまた書き入れさせていただくんですけど、はい、だから竜って何かしらで描かせていただいてるなっていう。でしかもその私、ヒロさんにも竜を書き入れさせていただいたことがあると思うんですけど。はいはい。最初の頃ですよね、多分。私、まだそこまで、その、面識というか、その、ね、まだ、4月とかそれぐらいだったと思うんですけど。はい。だから、まだ絵とか、その、鱗の描き方すらもわからないっていう状態で、竜を描いてくださいって言って、それを書き入れた覚えがすごい印象が強くて。で、最近になってようやくそのパステルの、パンパステルっていうその、うん、画材ですよね。画材があるんですけど、うん、その書き入れをすごい練習してまして、はい。で、それでちょっと描いてみようと思って今練習中なんですけど、はい。で、これ、まあ一色で、パステルの一色で全部描いたんですよ。だから水墨画風、うん、うんうん。水墨画風流。いやー、これ、福山さん、もうちょっと画面、ちょっと近づけて見せてください。すごいですよ、もう。なんか、こんな。うわー、もう迫力が伝わりますよ。
だから周りの、これは一応、これだけはちょっと違いますけどね、金でこう塗ったんだけど。これは、ね、ここからね、4人のなんかこう、ね、仲間なんだけど、駆け引き始まっちゃうみたいなね。いや、いやいやいや。すごい、こんな感じに。はい。こんな感じですね。ねえ、すごい。ね、ありがとうございます。こちらに、後ほど、みんなで一斉にお書き入れをさせていただきます。福山さんから、僕なのか、はい、エミちゃんなのか、ヨメちゃんなのかわかりませんけど、福山さんが書かれた渾身の友情の証、記念色紙の竜です。それでは続いて、じゃあ今度は、じゃあエミちゃん行きましょうか。エミちゃん、お願いします。はい。私はこれは反転しなくても良さそうです。はい。こんな感じのものを書きました。すごい。綺麗。はい、これ円みたいになってるんですけど、これマンダラアートっていうもので、はい、仏様の世界を描いたマンダラって皆さんご存知だと思うんですけど、ヒロさんがこれをアートにしたものですね。はい、こういう円でつながっていて、知恵の輪みたいなものをこの表しているんですけど、それをちょっと自分風にアレンジしてみました。こんな感じで。すごい。模様もちょっと全部自分で考えて、こんな感じで作ってます。すごいな、はい、美しい。ここに文字が入ります。えみちゃん、そこの中にはどんな、あ、そこに漢字一文字入るってことですか？そうなんです。ここに文字が入ります。おお、はい、すごい。僕も今ね、すごいっていう感じで寄せしてますよ。すごいなちょっとこれ透明だと分かんないですけど、色鉛筆ですね、これ全部。はい。すごい。なかなか筆ではこういう色は出ないので、もう全部色鉛筆。これはすごい。これはね。これでも、こっちでも。これがね、宝厳寺に行くのか、遠隆寺に行くのか、はい、もしくは御朱印ミュージアムなのか。はい。それでは最後じゃない、僕もいるんで、嫁ちゃんお願いします。はい。私はこちらになります。うわ、これもすごいな。水墨画で描いてみました。うわ、すごいですね、これ。こんな感じですね。はい、こんな感じです。嫁ちゃん、これちょっと竜を描いたなんかこう、はい、きっかけとかエピソードぜひよかったら。あ、はい。やはり、遠隆寺なので、はい。はい。とても、龍にゆかりがあるな、ということと、はい。あと、やっぱりそうですね、私の祖父が水墨画をやっていたので、はい。はい。よく、龍は描いていたので、とても、馴染み深いというか、うん。はい。そんな、感じになります。いやー、これすごいですね。いやー、これはもうすごい。コメントでもすごい、すごい、かっこいい、素晴らしい。いやー、これは皆さんちょっとお約束じゃない、これちょっと話があるじゃないですか。これなんかそんなに皆さんガチで書いたんですか、これ。ガチで。これはなんか4番目の僕が困るな、これ。いやー、すごい。皆さんね、やっぱ友情の証ということでね、ヒロご神聖振り返る大使のね、記念色紙の交換ということで。いや、これちょっと、お三方ちょっとよかったら今画面に見せていただいていいですか？これ、どれもすごくないですか？これ。すごい。この気合の入れようで、最後、大鳥がヒロ画伯っていう。なんでこれ笑いが起きてるという。いや、すごいな、これ。あ、ヒロ画伯頑張って、ありがとうございます。じゃあ、行きますか、僕も。じゃあ、いいですよ。皆さん、それぞれ。じゃあですね。ヒロ画伯。あ、もう、いいですよ。皆さん、そのまま、戻していただいて。ヒロ画伯、大鳥ですね。じゃあ、僕のですね、美術センスを、全能力を解放しましたんで。行きます。先にお見せしますとね、僕、ここ書きました。はい。実はですね、僕、ヒロ画伯笑うって自分で自虐してたんですけど、僕実はちょっと実は本当言っちゃうと、絵得意なんですよ。いきます。
可愛いけど、可愛いけど、すごい。はい、ここ書きました。哀愁漂うここちゃんですね。はい、で、ここに、肉球スタンプをやりまして、はい、ちょっとね、なんかこう、じーっと見つめるような、そんなシチュエーションがありましたので、はい、そのタイミングを逃さないで、ちょっとね、あ、これいいなと思ったんで、これをね、書きましたので。福山さん、どうですか？この、僕の書いた、ここちゃん。いや、ハサミ師の、いや、ハサミ師のあのタッチが強すぎて、そうなんですよね。そうですよね。ハサミ師のタッチが、ガチな、ガチなっていうか、本当にっていう、そうなんです。あれね、ハサミ師の件を言っちゃうと、あれはイラストレーターのネギスさんに、はい、こんな感じのイメージでっていうラフ画の感じだったんで、あ、もうね、本当にあの時は結構仕事中で結構バタバタしながらやってたんでね、本当走り書きだったんですよ。だけど、もうネギスさんがやっぱりね、やっぱりプロの方なので、もうあのラフ画のさささって書いたので、もうイメージ掴んでくれて、あのキャラが出ま、できましたんで、はい。実は僕、皆さんね、サッカーが得意ってイメージあると思うんですけど、僕ね、実は絵描くの結構好きで、今回きっとね、皆さんすごい画力で来るんじゃないかと思ったんでね、ちょっと僕頑張りました。ヒロさんのサイン入りですね。はい、ね、これ僕のサイン入ります。あ、本当だ。はい。これ、あれですよ、宝厳寺、遠隆寺、万蔵院、これになっちゃったら、ぜひ、ヒロタッチポイントの横に置いてください、これ。そうですね。はい。それではですね、ここからは、4人一斉に、今年漢字の1文字、ね、京都清水寺の方での今年漢字1文字、ね、戦い、戦になりましたけど、ね、皆さんそれぞれの漢字1文字をこれからね、お書きいただきたいと思います。視聴者の皆さん、ぜひですね、皆さんの方での漢字一文字はね、うん、何かよかったらね、コメントで教えていただければと思います。それでは、せーのでいきますので、福山さん、嫁ちゃん、恵美ちゃん、僕含めいきます。それでは、用意、スタート。漢字一文字のお書き入れ、お願いします。すいません。ちょっとね、ハプニングが起きてしまいまして。ちょっとね、事件が発生しました。すいません。ペンが壊れました。あらら。うわ。マジか。壊れちゃった。じゃあ、これは僕、ちょっと口頭で言って後で書きますかね。ああ、ほんと壊れちゃった。ええー。あ、ダメだ。ダメだ、壊れちゃった。ペンダメになっちゃった。うわぁ。ダメっすね。ダメだね。はい。今ね、コメントで、ヒロさん、心ですかってありますけどね、今年の漢字一文字なんで、僕、心じゃないんです。壊れちゃったね。ちょっとね、アクシデントがありまして、僕の筆ペンがちょっと壊れちゃったので、僕は後日書いて、どなたかにお送りしますので、はい。あ、じゃあ、ここ画面に見せたんで、僕の書いた、これですね。はい。ここ見せようか。ね、浅田さん、これはね、ペンが壊れたのドッキリじゃないですよ。うん。いや、私もなんかまたあるのかなと思いましたけど。もう、やめてください。ほんと、ここはドッキリじゃない。ほんと、ほんと。いや、もうね、ほんとに、心が折れそうな、あれですよね。なんかね、はい。えみちゃん、嫁ちゃん、福山さん、お書きでできましたか？はい、私は大丈夫です。はい。えみちゃん、OK ですか？はい。はい。
それではできましたので、じゃあ、せーのでいきたいと思います。僕がね、ちょっと、ペンが壊れちゃったんで、僕すいません。後で書きますので、口頭で何を書くか言いたいと思いますので、じゃあ皆さん、せーのでいきます。せーの、ドン！反対だ。皆さん、反転しちゃってますね。ここカメラ切り替えた方がいいかもしれない。嫁ちゃんも。カメラ、あ、みんな違っ、はい、ん？福山、あ、みんな違いましたね。はい。それでは、福山さんが円、嫁ちゃんが銅、エミちゃんが合う。で、僕がですね、僕は、学です。学ぶと書いて、学。はい。それでは、じゃあ、さっきと同じ順番で、福山さんからまず、なんで円、今年の漢字一文字円か、ぜひお話しください。いや、すごい、始まる前までずっと迷ってたんですけど、漢字一字決めてなかったんですよ、はい、もう何種類かあって、はい、で、いや、結局その松井さんが出演された時に、あ、やっぱり縁だなっていう、なんかすごい出て、一文字が、うん、あ、やっぱり縁なんだなと思って、はい、そう、これを書き入れしようと思ったんですよ、うんうん、だからその、そうで、やっぱりその1年この、まあ、だから1月から始まって、今12月、この1年間通して、はい、やっぱりその縁っていうことで、いろんな方とご縁をいただいて、いろんなつながりを、うん、まあ、つながったなと思って、で、そのつながったことで、いろんなその勉強をさせていただいたり、うん、学びもあったりっていう、うん、たくさんのその思い入れがあるなと思って、この一時、縁にさせていただきました。ああ、なるほどね、はい。縁ってね、もしかしたらね、被る可能性もある。結構ね、皆さん縁っていう方多いと思うんですよね。今回、カルテット、見事に被らなかったということで。はい。それではね、さっきの順番でいきますので、次、エミちゃんお願いします。はい。私、会うっていう字にしたんですけれど、うん、この一年、私が個人的にすごく不思議なことが多くて、うん、初めてお会いする方、すべての方が、まあ、その時だけではなくて、ずっとその先も続いていくようなご縁の方ばかりだったんですね。ヒロさんをはじめ、そのライブ の, その視聴者の方もそうなんですけれど、一回こっきりの縁じゃなくて、うん、その時に出会った縁がもうずっとつながっていくような出会い方ばかりだったので、そういう意味ではちょっと縁も考えたんですけれど、はい、でもちょっと縁ではない、うん、縁ではないような、この先に進んでるっていうので、うん、出会いっていうものが浮かんで、その会うっていう字がこちら の, 会うっていうこちらの字の方がぴったりなんじゃないかなという思いで、ちょっと会うっていう字を選ばせていただきました。ああ、なるほどね。会う、素晴らしいですね。確かにね、いろんな今年1年ね、エミちゃんもさっき言ってくれましたけど、ヒロご主演ストライブ2月に出演して、ね、それ以降多くの方々とも、自社の方もそうですし、視聴者の方ともね、たくさんいろんな方とね、素敵なご縁結ばれましたので、ね、きっとそういう思い、集大成がね、今のそのね、会うというね、一文字になったんじゃないかと思います。それでは、3人目、嫁ちゃん、お願いします。はい。動、動くですね。動。うん。はい、今年からインスタグラムで円龍寺と円龍寺嫁のアカウントを作りまして、まあ、お寺の活動というのを行ってきたんですけど、お寺の活動もそうですし、あと自分たちの気持ちというのもとても動いた年だったなというのが強い1年でした。はい、はい、そのゆりゆですね。はい。ね、どう、縁、合う、どうときまして。でね、僕すいません、ちょっとね、アクシデントかって、これ本当にドッキリはなんもないんで、本当にペンが壊れちゃったんで、これ後日書きます。で、僕はですね、学、学ぶです。で、なんで学、学ぶかというとですね、今年、やはりね、ヒロ御朱印インスタライブ第1回目の1月、宝厳寺福山さんの元旦ライブからスタートしまして、ほんとね、スペシャル対談ライブ、自社に行ってきたシリーズ、ご縁フェス、そしてね、御朱印インスタ女子会、もうね、様々なライブを通して、大変多くの、
自社の方々、そして、ご協力いただいた、ボランティアのカメラマンの方とか、撮影に協力してくれた方々を、本当多くの方々とのいろんなね、関わりがあったんですね。で、僕もですね、やはりその多くの方々とのコミュニケーションの中での、やはり一言一句の中で、やはりね、多くの勉強をさせていただいたと思います。やはり皆さんのとの会話の中で、必ずね、自分が知らなかったこと、ね、その時初めて知ったこと、やはりね、いろんなそれが自分自身のこう血となり、肉となり、それがね、自分の知見となって、ね、それがすごく学びでもあったと思います。なのでね、こう MC でいろんな企画をしながらね、皆さんからいろんなね、そういう学びをいただくというところで、特に今年はね、そのライブに関わる多くの方々のね、時間、そして人数がね、非常にこう、今年は特に濃かったなっていうふうに思いましたので、今回僕はあえて、学という字を選ばさせていただきましたので、後ほどね、ここに学と書いてお送りさせていただきたいと思います。ね。ちなみに、ちょっとね、意地悪な質問いきたいと思います。じゃあどうしようかな。えみちゃん。はい。僕のか、福山さんか、えみちゃんか、誰の、あ、えみちゃん、嫁ちゃん、誰行くかわかりませんけど、これ必ず、3人のうちの誰かが万蔵院に、お祭りされると思いますけど、はい、究極、この3人の中で、一番欲しいの、よかったら、究極ですけど、どれですか？いや、非常に迷いますね。ですよね。非常に本当に迷います。選べないですね。どうしよう。ねえ、本当、どれが来てもね。ヒロさんの絵っていうのはすごいレアなので、ちょっと揺れ動いてますね。いや、これは、集客できますよ、これ。集客できます。ねえ。じゃあ、福山さん。福山さん、これ、どれ行くか分かりません。僕のか、遠流寺嫁ちゃんか、万蔵院恵美ちゃんの、どれか分かりませんけど、この中で一個、もう究極。いやだ。いやどうだろう。難しいな。難しいですね。どれも欲しいけどな。じゃあ、決めれない、ね。3枚書きますか。3枚欲しいよね。ねえ、やっぱりもう、ただね、もう、エミちゃんとね、福山さんのリアクションとね、もう、うーって感じですけど、嫁ちゃん。はい。二人の質問で同じ質問です。この三枚、三人、究極の選択、遠流寺にお祭り飾るなら、ね、今コメントで究極の選択って来てますけど、どれが、一枚しか選べないって言ったらどれがいいですか？みんな悩んでる。そうですね。やっぱ 3枚欲しいですよね。これはね。だけど、ぜひ皆さん、これどうなるか分かりませんけども、お寺にお祭り、ぜひ飾ってくださいね、ぜひ。はい。そうですね。ね、あと、ぜひインスタのポストもぜひしてください。ね、で、参拝された方がね、あ、これがね、あ、ヒロさんの、エミちゃんの、嫁ちゃんの、福山さんのって形でね、皆さんまた参拝する楽しみまた増えると思いますので。はい。でですね、この友情の記念色紙の交換。ここでですね、誰が誰に行くかっていうものをですね、決めたいと思います。ね、きっとこれ選べないと思いますのでね、ここはもうくじで行きたいと思います。でですね、ちょっと時短の関係でですね、もう一人の方を、が引いた時点で決定する、そのような形での、時短最速抽選をしたいと思います。で、今ちなみに僕作りまして、簡易で作ったんですけど、福山さん。あ、そうか。嫁ちゃん、そしてエミちゃん、ヒロ。ね、これを書いたものを今僕の方で用意しますので、ちょっと待ってね、ちょっと、今、
エミちゃんがサプライズで出てたので、エミちゃんの忘れてしまったので、ちょっとまたエミちゃんの書きます。じゃあですね、僕が書いてる間に、これ究極の質問なんだよな。これ一人の方が引いた時点で決定するんですけど、勇気あるこの一番手になっていただく方、エミちゃん、嫁ちゃん、福山さん、どうでしょうか。みんな固まっちゃってる。これ電波障害じゃないよこれ。さあ、それでは今ね、エミちゃんの書き上がりましたので、今ね4枚あります。じゃあですね、ここはエミちゃん、はい、3人目のサプライズということなので、ここはエミちゃん代表して大役ぜひお願いしてもよろしいですか。はい、承知しました。ねえ、それではエミちゃんが引くので、はい、エミちゃんのカードを抜きまして、ね、嫁ちゃん、ヒロ、福山さんでいきたいと思います。で、この中でですね、三択の中から、エミちゃんが引いてもらったら、その時点でその方との交換が決定します。なので、残りお二人の方はそこで交換になりますので、じゃあ、エミちゃん、ちょっと画面下見ててもらっていいですか？一応ね、ライブ越しですけど、ね、もう僕何かやるたびにヒロさん仕込んでんだよと思われちゃうんで、じゃあ行きたいと思います。じゃあまず並べます。皆さん並べますね、ここ。僕も誰だかわかりませんけど、ここに並べます。はい。ちなみに、エミちゃんは今日僕の家にはいません。これで僕の家たらすごいですよね。究極のサプライズですよ。はい。それでは準備整いましたので、エミちゃん。はい。この中に、嫁ちゃん、福山さん、ヒロがあります。ここでエミちゃんが選んだ方との交換が即決定になりますので、エミちゃん、はい、右、真ん中、左、三択お願いします。はい。あー、どうしようかな。どうしようかな。じゃあ、真ん中でお願いします。真ん中で。はい。よろしいですか？ファイナルアンサーで。はい。ファイナルアンサーで。はい。それでは行きたいと思います。じゃあちょっとずらしちゃおうかな。真ん中ですよね。じゃあ右行きます。じゃん。はい。あー、ここで、エミちゃんと嫁ちゃんの交換がなくなりました。ということは、福山さんが僕っていうことですね。じゃあここは行きたいと思います。真ん中。エミちゃんいいですか？この見た瞬間のリアクションちょっとスクショしててください、皆さん、これ。いきます！じゃん！あ、逆だ。僕です！ヒロさんだ。はい、ここで決定しました。エミちゃんと僕の色紙を、友情の色紙交換で、すいません、エミちゃんと僕で、嫁ちゃんと福山さん、交換になりました。はい。福山さん。はい。最終的には竜での交換になりましたけど、はい、福山さんどうですか、嫁ちゃんとの竜の交換、これ宝厳寺ぜひ飾って祀ってください。ありがとうございます。福山さんどうですか、嫁ちゃんの色紙を交換になりましたけど。いや、私はすごい嬉しいんですけど、はい、私のでごめんなさいっていう。いや、私のでごめんなさい。いやー、じゃあこうね、うん、じゃあ、嫁ちゃん、この、私のでごめんなさいって言われた嫁ちゃん、ぜひ。いやー、とても嬉しいです。いやいやいや。まさか、福山さんの竜と、竜と。いや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 。いや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 。ね、竜ですね。だけど、お二人、ぜひこれもね、あの、振り返り大使のご縁、おつながりだと思いますので、ぜひ、遠竜寺、宝厳寺で交換後、ぜひ、あの、参拝者の方にもぜひね、見ていただけるお祭り飾っていただければと思います。はい。はい。ありがとうございます。エミちゃん。はい。すいません。あの、もしかしたらこの豪華なメンバーの中からすると僕の火力は外れくじかもしれませんけど。そんなことないです。視聴者の皆さん、ぜひ、ここを慰めてください。エミちゃん、これ、満足に飾っていただけますか？はい、あ、もちろんです。あの、タッチポイントのところに一緒に。お飾りさせていただきます。あ、だけどね、コメントすごい、エミちゃんやったねって知恵さん嬉しい、ありがとう。ちなみにですね、後ろにもサイン入れてます。
で、これね、実はあの、ココスタンプ3色全部使ってますんで、緑とピンクと金使ってます。ねえ、じゃあこれを万蔵院に送らせていただいて、えみちゃんの色紙を御神ミュージアムということになります。はい。でですね、実はこれの当たった方にサプライズがありまして、今回、ありがとうございます。レアって言ってくれて嬉しい。この色紙が当たった方に、実は、サプライズがあります。で、これ、エミちゃんになりましたので、エミちゃん、実はですね、はい、この企画、ヒロ御朱印スタ振り返るライブが決まった段階でですね、実はね、嫁ちゃんもエミちゃんも会ってくれたうちの嫁がですね、まあね、もう名前出てますんでね、ゆうこがですね、あなたのこの頑張った絵だと、ね、この豪華なメンバーの中だとちょっとね、寂しくなっちゃうからってことで、ね、僕と交換になった方がね、なんか寂しい思い、残念な思いにならないようにということで、実はゆうこ、画力、解放していただいて、実はですね、僕たち夫婦から、色紙プレゼントしたいと思います。で、嫁がですね、実は、すごいの書いてくれまして、これをエミちゃん、万蔵に送らせていただきます。で、実はですね、嫁の色紙は、僕たち3人は、僕たち4人は今年の漢字1文字なんですけど、嫁はですね、来年の漢字1文字を、これ書き入れてますんで、これをお見せします。いきます。エヴァちゃん、トートバッグじゃないです。色紙です。それでは、これ、エミちゃんに送ります。僕の嫁が書いた、これも、ココになります。かわいい。かわいい。で、来年の、うさぎですね。で、これですね、嫁がですね、これ、ココ見るとね、私もウサギになるって、ウサギの耳を、ハットを被ってる、ここ。そういう感じで、ウサギを見て、私もウサギになりたいって言って、ウサギのハットを被る。これでなんか合ってるかな、ずれてないかなっていうここをイメージしたということで。かわいい。はい。で、ここにですね、う。で、ここの肉球スタンプ。で、これね、まあ、めちゃめちゃレアって言ったらあれかもしれないですけどね、えみちゃん、これ、実は、ゆうこサイン書いてくれまして。ヒロ御朱印インスタライブ、スペシャル対談ライブを振り返るライブ、今日の日にちと、ゆうこ。えみちゃんお会いしてるので、はい、ということで、多分ね、嫁ちゃんが当たったとしてもお会いしてる方なので、ってことで、本名で書いていただきましたので、今回ね、これを、で、ちなみに、嫁はですね、ちょっと引きかな？笑う。でね、これ、笑う。実はね、嫁、今ね、ちょっとこの絵をずーっと描いてたんですよ。ギリギリまで。で、今実は、嫁ね、爆睡してます。もうこの絵を描き、切って。でですね、この笑うっていう文字を嫁からちょっとコメント預かってるので、この笑うっていう文字、来年の抱負何かというとですね、ヒロ御朱印スタライブ応援してるくださる皆さん、そしてね、ご支援ご協力いただいている自社の皆さんがですね、このココちゃんとかヒロ御朱印スタライブを通して、皆さんが笑顔になっていただければっていうところで、この笑顔の絵、笑うっていう文字を来年の漢字一文字にさせていただきましたとコメントを預かってます。でですね、実はこれ、福山さんになってたかもしれないし、嫁ちゃんになってたかもしれないし、エミちゃんになってたかもしれないんですけど、もしエミちゃんになってたら言っといてねっていうコメントがありまして、これエミちゃんがもし当てたら笑うエミですよねっていうことで、嫁がそれを言っといてくださいということなので、こちらの夫婦共同のこの色紙を万蔵院に2枚送らせていただきます。ありがとうございます。すごく豪華。嬉しい。ねえ、エミちゃん前言ってましたもんね、嫁の
直書きの絵って言ってましたもんね。はい。えみちゃんどうですか、これ漫才に行きますよ。かわいいですね。あ、どこに飾ろう、今からちょっとどこに飾ろうか頭フル回転してますねえ、福山さん、はい、絵描きの大先輩としてぜひ、はい、嫁の絵どうですか、このココちゃん。いや大先輩じゃない、いや絶対ゆうこさんの方が大先輩の気がする。いや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 、すごい、あーかわいいっすね。いや勉強させてもらいました。あ、なるほど。嫁ちゃんもね、ゆうこ会ってこの前ね一緒にご飯行きましたけど、どうですかゆうこのこのココちゃん。かわいいです、すごくかわいいです、ね、でね、これね、皆さんにぜひお伝えしたいことがね、実はねまだありまして、ね、僕自分の嫁のことを言うのもなんなんですけど、今さっき言ったそのうさぎを見ながら、私もうさぎになりたい、ちゃんとうさぎハットちゃんと合ってるかなっていう、そういうのを絵に起こしてるじゃないですか。で、これ実はもう一個ありまして、これ、後ろのお花、これ、ミモザなんですよ。で、ミモザの花言葉が感謝なんですね。はい。で、この色紙をいただいた方、ご縁いただいた方がですね、本当に感謝の意味も込めて書かさせていただきましたと言っておりましたので、コメント、預かったらコメントをね、お伝えさせていただきましたということで。はい。エミちゃん、これ、ぜひ、マンゾインでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、楽しみにしてます。はい、ということでですね、友情の、ね、色紙の交換ということでこちらに戻させていただきます。でですね、まあ、ここでですね、本来ならですねお知らせ、そして皆さんのね、カルテットの皆さんの僕含めご挨拶、そしてご縁に感謝で終了なんですけども、今もね、ライブがね、もうすぐ日をまたぐというところでね、なかなか途中で抜けちゃったりしてるかもしれませんが、陽子さんと空見さん、もしライブを今リアルタイムで見ていましたら、ぜひ見てますとね、コメントを入れていただければと思います。ようこさんと、すいませんね、ちょっとフォロワーさん名指ししちゃいましたけど、ようこさん、そしてそらみさん、ライブをもし今まだ見ていたら、ぜひ見てますとコメントを送ってください。僕からのサプライズ。これ多分ね、福山さんと、嫁ちゃんと、えみちゃんはね、何のことかさっぱりわかんないと思います。あ、ようこさん見てました。ようこさん、こんばんは。そらみさんは見てないかな。ちょっとね、お時間も遅いですからね。まあね、録画でまたご覧いただければなと思います。でですね、実は、福山さん、嫁ちゃん、えみちゃんに初めて話した話がありまして、僕、打ち合わせで言ってなかったことがあるんですけど、ヒロ御朱印ストライブのライブコンセプトっていうのは、さっきふるさと紹介にもあったように、その地域の活性や地域の振興、やはりね、地域を盛り上げよう、ふるさと創生、やはりこれがライブの自社の紹介を通じたコンセプトの一つだと思います。ただ僕の中でのライブのコンセプトはもう一つあってですね、やはりその人と人とのつながり、やっぱりこのヒロ御朱印インスタライブを通じて人と人とのご縁の結ぶきっかけ、それがこのヒロ御朱印インスタライブとなってくれたらですね、やはり僕自身も嬉しいですし、やはりそのような思いになっていただけるような一人でも多くの方のご縁をですね、このヒロ御朱印ストライブを通してご縁結ばれればなと思って、今日まで取り組んできました。で、エミちゃんも、嫁ちゃんも、福山さんもおっしゃっていただきましたけど、ライブを通していろんな人とのご縁が生まれたっていうふうにおっしゃっていただきました。ね、やはりそれが形になって、ね、つぼみが咲き、それがね、大輪の花を咲かせる。これがね、まさしくご縁の輪なのかなと思います。でですね、先日実はね、福山さんと、嫁ちゃんはね、会ったことのある陽子さんからですね、一通の DM をいただきました。で、その DM の内容がですね、ヒロさん、実は、そのとある、あ、とある、ソラミさんですね。ソラミさんとはですね、ヒロ御朱印インスタライブをきっかけに知り合い、それ以降遊びに行くときはいつもサポートしてくれる彼女に、
ヒロさんからぜひお誕生日おめでとう、おめでとうと言ってドッキリサプライズしてくれませんかっていうご依頼をいただきました。で、実は今日12月の17日なんですけども、ソラミさん実は誕生日が12月14日でもうね、3日過ぎてしまってるんですけども、ぜひヒロさんからおめでとう言ってもらえませんかっていうご依頼をいただきました。で、まあさっきね、ライブの冒頭に皆さんが名前を呼んでくれると嬉しいって言ってくれたようにですね、ようこさんの方からも、やっぱりヒロさんが名前を呼んでくれる、おめでとうって言ってくれるとですね、みんなすごく嬉しいし、喜ぶ方多いと思うので、ぜひヒロさんお願いしますということでしたので、せっかくのね、今日このヒロ御朱印スタ振り返るカルテットのメンバー揃ってますので、ソラミさんにおめでとうございますと言いたいと思います。ソラミさん、お誕生日おめでとうございます。はい、ね、ソラミさん、録画でね、ぜひご覧ください。ヨーコさん聞いてくれてるかな？ねえ、ここでね、皆さん、ぜひよかったらですね、ライブの録画には残りませんけど、ね、ソラミさん、お誕生日おめでとうございますとね、コメント入れていただければ、ね、皆さん、あ、ソラミさん見てる！お誕生日おめでとうございます。でですね、すいません、まだドッキリが、ドッキリというかあるんですけど、ヨーコさん、ね、ソラミさんお誕生日おめでとうございます。ね、実はですね、今日12月17なんですけど、これ福山さん初めて聞く話だと思いますし、視聴者の方もほとんどの方が初めてじゃないかと思うんですが、なんとエミちゃんと嫁ちゃんも実は誕生日が近くてですね、なんとエミちゃんが12月12日がお誕生日、そして嫁ちゃんに至っては嫁ちゃん昨日誕生日なんですよはい、なのでですね、はい、ここはですね、僕も振り返る大使のエミちゃん嫁ちゃんがお誕生日でね、そしてヨーコさんからね、ヒロさんぜひ言ってほしいって言われたね、ソナミさんもね、フォロワーのソナミさんもお誕生日ということなので、今日は3人のお祝い、ちょっとね、日にちは過ぎましたけど、僕からハッピーバースデーソングを3人にプレゼントしたいと思います。ただですね、今日はですね、エミちゃんいますので、エミちゃん、披露ネゴシエーションということで、エミちゃん、はい、僕のハッピーバースデーソングの後に、よかったらバイオリンでご自身とソラミさんと嫁ちゃんにぜひバイオリンでハッピーバースデーソング演奏してもらってもいいですかね。はい、もちろんですはい、それでは、ヒロウィズエミちゃんによるソラミさん、嫁ちゃん、エミちゃんへのハッピーバースデーソングをこれからプレゼントしたいと思いますので、ぜひハッピーバースデーソングとバイオリンの演奏終わったらですね、ぜひ皆さん、エミちゃん、嫁ちゃん、ソラミさん、おめでとうってコメントのね、シャワーで、ぜひ皆さんお祝いしていただければ、3人のね、きっとね、思い出になるのかなと思いますので、思い出作りのために僕も頑張りたいと思います。それでは、エミちゃん準備 OK ですか？はい。はい、じゃあちょっと待って、僕ね、ちょっとずっと喋りっぱなしなんで、ちょっと喉を潤して。はい、それでは行きたいと思います。それでは皆さん聞いてください。ソラミさん、嫁ちゃん、エミちゃん、お誕生日おめでとうございます。3人のお誕生日気持ちを込めてハッピーバースデーソング歌わせていただきますので聞いてください。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nina. Happy birthday to you.
お願いします。はい、おめでとうございます。そらみさん、嫁ちゃん、えみちゃん、お誕生日おめでとうございます。福山さん、はい、どうでした、このサプライズなこのハッピーバースデー。素晴らしい素晴らしい、そうなんですね。ね、やっぱりこう皆さん、福山さんにも嫁ちゃんにもえみちゃんにも僕にも1年に1回必ず訪れる誕生日あると思います。ただね、その時の誕生日、こういうことがあったな、ああいうことがあったなっていうところのね、その方それぞれのところに何かね、思い出、心にね、何か残る、刻めるものが、僕たちから何かできることでね、その方のなんか生涯のあの時こうだったなっていう、それがね、喜びや幸せにつながってもらえればと思いますのでね、本当にね、改めておめでとうございます。嫁ちゃん、えみちゃん、そしてね、そらみさんね、ぜひ素敵なまた一年をね、過ごしていただいてね、充実した一年を過ごしていただければと思います。それでは皆さんで、せーので、改めておめでとうございます。ありがとうございました。ということでですね、はい、もう僕もサプライズは出し切りましたのではい、それではですね、最後、福山さん、嫁ちゃん、えみちゃんから何か、それぞれ参加時から何かお知らせ、ぜひちょっと言っときたいなってことあれば、このお時間設けますけど、どうでしょうか？何かありますかね？うん。大丈夫そうですか？大丈夫そうです。大丈夫そうですか？わかりました。じゃあね、今日はスペシャル対談ライブを振り返る大使の皆さんが揃ってますので、僕からですね、ライブスケジュールをちょっとお話しさせていただきたいと思います。で、もう、次はこのメンバーで半年後、まあ来年の、まあ僕の誕生日が終わった月の7月ぐらいにまた皆さんとこの4人でね、お会いできればと思うんですけども、実はスペシャル対談ライブ6月までゲストが内定しまして、1月がですね、日にちがもう決まりまして、1月14日土曜日夜9時半、関東に戻ってきまして、関東の自社の方とスペシャル対談ライブを行います。で、2月が近畿、3月が、四国、そして4月がまたまた近畿、で、5月が関東、そして6月、僕の誕生日月は北信越ということで、3年連続のヒロさんバースデーライブあるのかないのかっていうところはまたね、お楽しみいただければと思います。ね、あと福山さん。はい。これは僕からじゃなく福山さんからぜひお願いします。僕とやる、ゆく年くる年、ぜひ、福山さんから。あ、私からぜひぜひ。12月31日、10話の鐘、また、ヒロさんとご縁いただいて、ライブさせていただきます。またよろしくお願いします。皆さん、起きてたら、ね、一緒に。ほんとね、僕ね、一回ライブでカウントダウンね、10、9、8、9、10みたいなね、そういうのやってみたかったんでね、うん、福山さんと一緒にね、除夜の鐘をやりながら、福山さんがね、108つの除夜の鐘を叩きながらね、お経を唱えながらやるということなので、般若心経を唱えながらということなのでね、ぜひ、皆さん、僕と、福山さんとね、一緒に年越しカウントダウン、今年はすいません、東京ドームのジャニーズじゃなくて、僕と福山さんと一緒に、カウントダウン一緒にね、本当ごめんなさい。ぜひ、お願いできればと思います。あとですね、すいません、皆さん、最後にちょっと僕の話を聞いていただければと思うんですけど、ちょっとじゃあ僕これをやめて、これをね、ぜひ、ちょっと皆さんに、これ、じゃん。これ、えみちゃんわかりますよね、これ。あ、ワッペンですね。そうなんです。戦士主任さんに、ココちゃんワッペンを作っていただきまして、でね、もう皆さんにね、ちょっとぶっちゃけちゃうと、今回、
結構すいません、強気で攻めまして、まあ、3桁ちょっと作ったんですよ。まあ、それ100作ったか200作ったか300作ったかはちょっと置いといて、結構な数作ったんですけど、おかげさまで、ちょっと僕たちもびっくりしてるんですけど、あとね、残りもう20ちょっとしかないんですよ。はい。で、僕的には、やっぱりココちゃん、ぜひ、ね、皆さんにこうご縁結んでいただければと思いますので、あとね、選手主任さんから伺ったらもう、ヒロさんもうあと20ちょっとしかないよってことなので、よかったら、ココちゃんワッペン、まだ、ネットで、選手主任さんの方でのオンラインで購入可能ですので、よかったらぜひ、ね、以前買った方も、じゃあもう一個買おうかなとかって感じでも OK なので、ぜひ、お願いしたいと思います。はい。ともちゃんよかったら追加購入も OK なので、よろしくお願いします。ね。ココちゃんもね、ぜひ、よろしくお願いします。エミちゃんもヨメちゃんも福山さん、よかったら、選手主任さんで買えますので、よかったら、ココちゃんワッペン、よろしくお願いします。はい。ということでね、もうすぐ日にちをまたぐとなりましたけども、ね、皆さん、視聴されている皆さんのね、明日もありますので、それではですね、楽しく振り返ってきましたスペシャル対談ライブ、振り返るライブ、以上でですね、終了となります。それでは、ライブ3時間になりますけども、視聴していただいた皆さんにですね、嫁ちゃん、エミちゃん、福山さんの順番で最後ご挨拶していただいて、最後はね、ヒロ御朱印スタッフ振り返る大使カルテットでご縁に感謝で終了したいと思いますので、それではまず、嫁ちゃん。はい。まずはね、お忙しい中、3時間ライブご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは嫁ちゃん、視聴者の皆さん、ね、3時間お付き合いいただいた皆さんに、はい。ぜひご挨拶お願いします。はい。そうですね、長い時間で待ってはし、なってしまったのですが、見ていただきましてありがとうございました。で、初めての振り返るライブということで、拙いところもたくさんあったと思うのですが、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。はい。はい。ね。嫁ちゃん、次は半年後ですから、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。はい、あと、嫁ちゃん、多分、100% の確率で、ココちゃんバースデーの出演オファーあると思いますので、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。はい。はい。それでは、今回ですね。ね、ちょっと喉ね、大変だったんですけども、その中でもね、喉飴をきっと多分、何十粒、何百粒はないか、頑張ってね、素敵なバイオリン演奏もしていただきました。サプライズでね、第3代目の振り返り大使も就任いただきました。マンズイン、エミちゃん、よろしくお願いします。はい。今年初めてライブ出演させていただいてから、まだ1年も経ってないのに、もうこの大役をいただけるなんて、ちょっと正直、恐縮な気持ちもあるんですけれども、締めさせていただいたからにはきっちりと仕事をさせていただきたいと思います。短い時間ではありましたが、楽しい時間を過ごさせていただきました。また来年もぜひ皆さんとご縁をたくさん結んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えみちゃんも半年後に振り返るやりますけど、はい、ココちゃんバースデー7月1日ですので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、ご縁フェスのご縁三兄弟では次なんですけど、このカルテットではね、もうトップ、もうね、ボスですからね、最後。もうやめて。福山さん。いや、今、腕しる楽しいライブありがとうございました。コメントも入ってます。それでは福山さん。はい、はい、はい、よろしくお願いします。視聴された皆さんへぜひ。いやー、なんか本当に私で申し訳ないなと思いながら、まあ、3時間ぐらいですかね、はい、ご視聴させていただいたんですけど、なんだろうな、まあ、しっかりしたコメントは言えないと思うけど、まあ、せめて笑いは皆さんね、届けれたらなと思って、半年後も、別に狙ったわけじゃないんですけど、狙って笑いは起こしてるわけじゃないんだけど、まあまあ、半年後の第2回の、ご縁フェスも、なんかこういうふうな、
感じで開催できたらなと思いますので、まあ、懲りずによろしくお願いします。はい、ね、今ねコメントでこの4人のカルテットライブ最高ですって来てますんでね。福山さん、はい、福山さんもココちゃんバースデーライブ、はい、よろしくお願いしますね。オファーしますんで。はい、まあ、ちなみにですね、これここで初めて話すお話していいですか。うん、実は、はい、今年一応予定では7月1日ココちゃんの誕生日なんで7月1日土曜日なんですよ。うん、で、はい、僕土日休みなんで土曜日7月1日の土曜日の夜にライブやる予定なんですけど、実はもうすでにゲスト出演内定6人決まってます。はい、ヒロさんぜひっていう。なので今3人いいんですよね、確約でいいんですよね、これ決定で。私、はい、そんな重要が。じゃあこれで9人決定ということで。ね、で福山さん大丈夫です、ココちゃんバースでは尺3分5分ですから。本当ですか。あ、もう、はい、もう1分でいいです、1分で。はい、ね、ありがとうございました。で、多くのね、皆さん、視聴された皆さん、今日はね、サプライズがいっぱいあったライブだと思います。3時間ってね、結構ロングスパンで映画1本分だと思いますけども、ね、1時間刻みで見ていくとかっていう、いろんなね、見方があると思いますので、ぜひね、録画で無理のない範囲でゆっくりご覧いただければと思います。一つだけ、録画で皆さんで見る方に1個だけポイント言います。ヒロ御朱印スタ音楽祭だけを見たい人は、2時間ぐらいに合わせてみてください。はい、ここで、エミちゃんのね、ハチャトリアンの仮面舞踏会とモーツァルトトルコ行進曲がね、しっかり聴けますので、ぜひね、2時間ぐらいに合わせて聴くとね、音楽祭聴けますので、ぜひね、お楽しみいただければと思います。それでは、最後、ご縁に感謝で終了したいと思いますので、福山さん、嫁ちゃん、エミちゃん、よろしいでしょうか。はい。はい。それでは、行きたいと思います。ご縁に感謝。感謝。はい。ありがとうございました。で、ちなみにですね、このコメントのライブ録画、3人遊びに来てくれます。よろしくお願いします。巻き割り。いやいやいや。